皆さんおはようございます。和道です。2018年1月の21日14時12分です。よろしくお願いします。全身筋肉痛です。昨日はですね、桜井マッハ隼人さんが経営してる、マッハ道場というジムに行ってですね、プロ格闘家の原田良樹さんにコーチをしていただいて、いろいろ教わってきました。約ね、2時間ぐらい、トレーニングをしてきました。全身筋肉痛ですね。はい。楽しめたのかな、みんな。やっぱプロは全然違うね。もうハンドスピードも違うし、技術体系が全然違くて、いかに、俺もその、まあ、波動場ではないんだけど、別のジムに通い始めたんだけど、なんていうのかな。やっぱりプロになる人ってもう根底から違うんだなっていうのは日々痛感してますね。やっぱりその技術もそうだし、体の使い方っていうのも芸術的に素晴らしくて、で、身体能力とかももちろん高いし、何よりもその、体力、技術、すごいなっていうふうに思ってますね。楽しいですね。いろいろ教わっていくのは。進歩したのかな？なんか結構、動き、いいんじゃない？って、前より良かったんじゃない？っていう風に言ってもらえたので、すごい嬉しいなとは思ってるんですけど、みんなから見てどうだったかな？結構その、トム・ソーヤ池上さんはさ、ほら、ボクシングやったことないから、こっちが本気出すわけにはいかなかったんだけどさ、原田さんの場合はさ、もう、どうやっても俺が勝てることはないからさ、なんて言うんだろう。どれだけピッチを上げても、原田さんが合わせてくれるわけじゃん。だから、全力に近い。もちろん、パンチの威力は抑えてるけど、スパーリングだから、お互い。だけど、本気で、なんつうんだ、当てるっていう感じ。顔触るゲームなんだよね。ボクシングって。顔にいかに触れられるかゲームで、スピードはトップスピードで、行かせていただいたんですけど、どうなんだろうね、客観的に見て。俺の中ではそんなに悪くなかったなとは思ってるんだけど、もう課題点がいっぱい見えたから、やっぱりやってよかったなっていうふうに思った。なんだろうな、やっぱりフォームの汚さと、すり足っていうかね、足の運びがね、すごい良くなかったかなと思ってて。どうしても右ストレートを打つときに腰を回転させないでないで、右足を前に出しちゃってるんだよね。あれはボクシングでは絶対ありえない動きだから、体が流れてっちゃうっていうか、基礎がまだできてないなっていうふうに感じましたね。もろもろの作業とかを今日やってこうかな、どうしよう。結構、あれですね、今月の中で忙しい。まあ、今月特に忙しいんだよね。シルバーとかもさ、忙しくて。なんかね、一件ね、金梅さんからお問い合わせとかも来てたりとかして。銀ちゃんいらっしゃい。積極的に、やっぱり、学ぶっていうのがテーマなんで、今の自分は。学ぶっていうのが、もう本当に、テーマですね。やっぱり、プロに教わるっていうのって、なかなかない機会だと思うんですよ。で、お金払ったらね、教えてもらうかもしれないけど、原田さんは捨て頃に理解のある方で、配信にも理解のある方だったんで、動画も撮らせてくれて、YouTube にもアップしていいよっていう、事前の許可もいただいて、で、その上で、やらせていただいてるので、なんていうのかな、すごく、もう学ぶしかないですよね、本当に。もったいないっていうか、やっぱ一流の人から何かを教われるっていう機会っていうのを大切にしないと、少なくともそこを吸収できないと一流の人間になれないんじゃないのかとか考えてますね。もうとにかく学ぶ。自分よりも技術の上の人からはいろんなものを吸収した方がいいんじゃないかなと思ってますね。一応もう一番汗かくぐらい練習してやろうと思って、あの日は。おい、トトワコツー。昨日見てくれた？トト。見れた？昨日。
いらっしゃい。一生懸命やってきたよ。誰よりも汗かいてきたんじゃないかな。一生懸命やってきたよ。一番下手だからね。一番練習しないとね。見てた？どうだった？ありがとうね。なんかね、すげえたくさんの人がね、応援コメント書いてくれてて、タイムシフト見て嬉しかったね。アンチコメント書いたクズどもはブロック入れたけどね。アンチコメント書いたクズどもは全員ブロック入れたけど、囲いのふりして、ね、ファンのふりして、人の枠では、なんかワド、ダッセーとか書いてたやつら全員ブロックしてやったわ。でも嬉しかったよ。普通に応援し、コメントでワド頑張れとかファイトとか書いてくれた人は。やっぱこういう時にね、本当のファンか、にわかのファンか、嘘つきかどうかとか全部わかるよね。他人の枠に出るのもたまにはいいかもしれない。面白かったっすね。でもあれだね、ちょっと生放送のカメラだとアップになりすぎてて、動きが全体が見えてなかったね。放送自体は面白かったんだけど、迫力があって。だから引きのカメラ撮っといてよかったなと思って、全体的な動きとか足の運びとか見えるのはよかったなと思って。みくるさんいらっしゃい、初見さん、ワードです。もしよかったら、面白かったらでいいんでフォローしてください。よろしくお願いします。そうそう、金梅さんからね、リングいくらで作れんのっていう問い合わせが来て、もしかしたら金梅さんのリング作るかもしれないですね。本当はね、受注生産はやらない方向で行こうと思ったんだけど、まあ、金梅さんのね、お願いだったら、動かないとっていう。本当はオーダーやらないつもりだったんだけどさ、金梅さんがね、つけるリングだったら、ね、作る価値あるよね。いや、金梅さんからさ、昨日問い合わせが来て、シルバー作ってんでしょって。リングとかやってる？あ、できますよーって言って、シルバープラチナ銀何でもいけますよーって言って、あ、潜って見てくれたんだ、フォローしてよ、じゃあ。ミクロさんありがとう。ロム線というか、まあ、たまに見に来る勢だったんだ。仲良くしようよ。ねえ、金梅さんがつけてくれたら俺としては嬉しいよね。金梅さんのリング作った実績ありますよってね、言えるようなもんなんだからさ。いやー、後輩思いだよな、金梅さんは本当に。なんか深夜っちょとかさ、いろんな配信者のさ、なんか要望とかにも応えていくの面白いかもしれないよね。ね、放送はね、潜ってみるよりもコメント書いてさ、生主とコミュニケーション取った方が面白いよ。まあ、忙しい時はね、俺もラジオ代わりでよく、YouTube の動画編集してたりとかさ、あと、なんだろう、仕事でこう、LINE とかのやり取りの時とか、作業の時間はね、よくラジオ枠で、つけっぱなしにしながらコメント書かないで見てるけど。和道さんは自分のリスナーさんの枠とか、たまに遊びに行きます？僕は行かないですね。僕は行かないです。はい。よく言われるんですよ。リスナーさんとかで配信やってる方に遊びに来てくださいって。で、それで遊びに、おお、上作さん花火ありがとう、来てくれてありがとう、花火ありがとうございます。で、なんで行かないかっていうと、僕、何て言うのかな、そういう付き合いみたいなのって一番良くないと思ってて、カオスの枠も行かない。あ、っていうかね、もともとカオスの枠っていうのは行くけども、俺のリスナーだから行ってるんじゃなくて、俺もともとカオスが来たから行ってんじゃなくて、カオスの枠好きだったの。これが本当の放送でしょ？本当にファンを。要はね、閲覧1を稼いだりするために、宣伝しても意味ないのよ。で、正直言うと、俺の枠で放送を私やってるんでさ、遊びに来てくださいってさ、今俺の放送を楽しみにしてる人たちに向かって、自分配信者なんですよっていう宣伝をすることじゃん。それってね、実は失礼なことなんだよ。やっちゃいけないことなの、タブーなのね。例えばさ、居酒屋とかに行ってさ、自分が居酒屋を経営しててさ、他のお客さんとかにさ、居酒屋のビラ配らないでしょ。それってもう出禁なのよ。
だ本来ってやっちゃいけないことなんだよ。そうそう。で、俺は、まあまあ、わからない、ね、若い子とかもいるから、そういうお付き合いのこととかね、営業妨害じゃん、簡単に言ったら。で、面白かったら、人が集まるのが配信じゃない。で、みんな面白さを競ってるのが配信なんですよ。みんな面白さが競ってるのが配信。じゃなくて、本当にうまいやつっていうのは、そう、コメントの中でさ、あ、この子面白いな、とか。プロフィール欄とか見て、あ、配信やってんだ、今度行ってみようかなって思わせる人間関係づくりだと思うの。例えばさ、俺は、生放送中でここの部屋で雑談してる時だったら、いつでも電話かけてきていいよって。リスナーさんでも配信者でも売名に協力するよって言ってるのよ。だからさ、そういうので毎日電話かけてきて、和道さん聞いてよとか言って、自分のトークをここで披露して、あ、この子面白いじゃんってなったらさ、みんなごっそり行くわけじゃん、リスナーが。だからそういう宣伝の仕方を使ってもらいたいんだよね。コメント欄で来てくださいって言って行くわけないよね。例えばさ、みくるさんがさ、名前も聞いたことないようなさ、誰だかわかんない男の子がさ、有名なうなちゃんマンとか金梅さんの枠で、僕配信者なんです、放送見に来てくださいって言って行く、みくるさんで行っても面白くないんだよ、そういう発想の人って。コメント欄で人を呼び込もうとか、人の客取ろうっていう人は、面白い人いないの。自信がない現れなんだよね。ああ、金魚松さんありがとね。すげえコメント読んで感動したよ。ありがとう。頑張れって。ありがとね。本当に響いたよ。そうそう。カオスは、俺は好きな人の枠は自分で選んでいくから。で、付き合いでね、集まる人集めても意味ないの、配信っていうのは。自分のファンを作っていくのね。そうそうそう。でしょ？確かにでしょ。な、行かない、俺は。行かないですって言ってる。そうそう、生粋のリスナーを作っていった方が、その配信者にとってもいいんだよ。絆になるから。基本姿勢がしっかりしてて良き。まあまあ、あれじゃん？その社会経験が多いからじゃん？飲み屋やってたりとかさ。でも、本来は強く言わないといけないんだよ。その、よく宣伝中みたいな人がいるけどさ、それってマナー違反だよって。だって、ね、金梅さんを楽しみにしてるリスナーさんがさ、放送を見ててさ、僕の枠見てくださいとか、僕配信者なんですってコメント見た時、うざって思うでしょ。マナー守ろうよって思うでしょ。で、嫌な思いする人がいるってことは、余計悪名っていうかさ、もう二度とこの人行かないっていう風な悪宣伝をすることになっちゃうのよ。そう。だから、配信者としてどうやったら伸びるよっていうアドバイスとか全然できるから、先輩、後輩に、だったらね。そう、例えば配信始めて1ヶ月の人よりも絶対5年間やってるから、スキルはあるから、こうやってやったらいいんじゃないとかアドバイスはできるけど、もしアドバイス聞きたいんだったら電話かけてきなよっていうの。電話かけてきて、それはもうコンテンツになるからって。そう、宣伝にもなるでしょうって。そういういい宣伝の仕方をしていこうって。お互いが良くて、何よりも自分のリスナーさんが喜ぶように。そう、そういう、なんだ、おもてなしのね、心みたいなのが一番大事なんだよ。食 プロってなんだろう。勉強にもなるしね。逆にほら、その人のトークを引き出せたりするから、この人こういうところが面白いなとかね。今日日曜日？今日日曜日か。まあ、即ブロックもあるよね。まあ、俺はそういうところでは即ブロックはしないけどね。ちゃんと話し合うことはできると思ってるから。まあ、それでね、なんで偉そうだなとか、わけわかんないこと言われたら、もう速攻ブロックだけど。一応宣伝は禁止ですよっていう。まあ、どこの枠でも普通禁止だよ。いい思いする配信者なんかいないよ。だって、その、なんだろう、ファンを作ってなんぼだからね、俺らは。ファンを作ってなんぼだから。
で、人に好かれるとかさ、応援してもらうっていうのは一番難しいことだと思うよ。好きな格闘家。格闘家っていうか、ボクサーで言ったら、ボクサーだったら言いますね。格闘家。なんだろう。オロチドッポとか。レッツ海王とか好きですね。誘導コメはうざいよね。もう、あからさまにさ、URL とか貼られたら即ブロだよ。こいつが今、神回とかくだらないことやってたらね。たまにいるでしょ。そういうの。まあでも俺はそういう誘導枠みたいなことをやってるやつで大手になったやつ一人も見たことがない 言われてみたらそうでしょ。僕の枠見に来てくださいって他の枠でコメント書いてるやつとか、リスナーを使ってこの配信神回だぞとか誘導させてる枠で大手配信者見たことある？俺一つもないよ。一人もいないっていう、一人もいないってことはもう間違ったことなんだよ。でしょ？そう、間違ってるし、人に嫌われる行動なんだよ。少なくとも面白くないよね。ないでしょ。 だからそれくらい頭が回んないとダメなんだよね。要はね、自分ってなって、自分が得すりゃいいやって考え方って人に一番嫌われちゃうんだよ。で、配信者とかってさ、そのホストみたいなもんでさ、来てくれる人をもてなすのが仕事だから。だから相手がどうやったら喜ぶかを考えられないとダメだよね。かそぬしほどやるんだよ、それを。そう。だから伸びないの。本来、生主の一番の仕事は、リスナーさんを楽しませれば、どんどん伸びていくんだよ。だって人間ってさ、面白い人大好きだから、面白い人を探してるから、常に。で、面白かったら勝手に伸びていくの。つまりどういうことかっていうと、面白いコンテンツを作るのが仕事なの。だよね。面白いトーク、まあ可愛いとか、化粧頑張るとかさ、痩せるとか、まあ男だったら体張るとかさ、なんか頑張るとか、いろんな形で楽しいってあると思う。それを作るのが俺は生主の役割だと思ってる。母さん、こんにちは。あとお願いがあるんですけど、下のね、URL 貼ってあると思うんですけど、URL 見えてるかな？もしよかったらね、URL、リンク飛んでね、いいねボタンを押してきてもらえると嬉しいです。いいねボタンよろしくお願いします。あ、いいねボタン増えてるね。あとね、スパーリングの感想とか、ぜひ、コメント欄に書いてください。見えてる？よかったよかった。こんにちは、矢野ラッキー。いらっしゃい。これね、この URL ね。ステッカーありますよ。まだ、どのステッカーですかね。ステゴロステッカーは160枚ぐらい。まだ40枚ぐらいしか売れてないんで。これが500円で販売されてます。これ500円です。これ限定160枚なんで、ぜひぜひ買ってください。ステッカーあります。はい。で、オリジナルステッカーはね、1枚1000円なんですけど、こちらも販売してますので、オリジナルステッカー1枚1000円です。黒と赤の2種類あるんで、もしステッカーもし購入していただける方は、ツイッターの DM、 できればね、 LINE がいいですね。 LINE 公開してるので、 LINE にお問い合わせください。よろしくお願いします。あ、いいよいいよ、全然いい全然いいよ。ゆっくりで。売り切れないと思うよ。もう全然問い合わせないもん。160枚で終わりじゃん。40枚売れただけだった。でもでかいよね。40枚で2万円だからね。グローブ買えるからね。活動費になりますよ。まあ多分、売り切れる予感はしない。残り50枚とかになったらさすがにやばいと思うけど、もう売り切れちゃうよって言うけど、全然売れない。4分の1ぐらいだから多分ね、余ると思う。あ、でも、ステゴロオフ会楽しみだな。ステゴロの日にね、オフ会やるからね、珍しく。みんなに会いたいな。のんちゃんにも会えるよ。
プリティ飲んでたんよ。どこで試合すんの？新木場っていうところで、なんて言えばいいのかな？工業地帯なんだよね。うん。土曜日仕事か。そっかそっか。新木場ファーストリングっていうところで、新木場ってなんて言ったらいいんだろう？工業地帯なんだけどね。うん。千葉県の方っていうか。体洗ってくれる人見つかってないね。まだ問い合わせはないです。うん。本当はね、便所さんはね、新宿フェイスっていうところでやりたいんだよね。800人入るのかな？ 600 人だか800人入るんだけど、新木場よりもでかいところなんだけど、値段が高いのね、レンタル料が。だから第2回は多分もう1回同じところで、満席2回やろうと思ってるんだと思う。でも、500とかだったら埋まるような気がするんだよな、5、600だったら。なんか、売れ行きとか見たら。新宿でオフ会やる。オフ会は新宿。オフ会新宿でやります。多分まあキャスバーでみんなで飲むんでしょ。オフ会っつうか。まあ新宿だったら24時間の居酒屋とかいっぱいあるから、まあどっかしらで流れて。うん。土曜日だっけ？どうだったっけ？うん。え、ていうかさ、イベントごとでさ、予定入る感じって、普通さ、こんだけ半年前だからさ、全然予約入れられるでしょ。うん、いや、まあ、キャスバーだろうね、うん。みんな集まるんだ、セゴロファイターたちは。まあ、ごっちゃごちゃになると思うよ。満席でしょ。うん、キャスバーいつも思うけど何かしらの問題起きてる。そうじゃなくて、インターネットのこれ特性なんだけど、炎上した時に広まるから、炎上した時に 目につくだけ。暇な日暇だよ。だから1週間に1回ぐらいさ、要は配信者だから、その喧嘩とか揉め事とか出てきちゃうじゃん。だから、あ、またキャスバーかって印象がどんどんついちゃうの。そう、まあ実際揉め事多いけど、あそこの店は、うん、でもそんな毎日毎日怒ってるわけじゃないよ。1週間に1回、2週間に1回だよ。でもまあイメージは悪くなっちゃうよな。揉め事ばっかりだから。まあ宣伝力はねすごいあるけど、でもうまくいってるみたいよ今キャスバー。ヤマトさんと話してきたけど、うん、黒塚してますよって言ってたから。黒だって今怖い印象ついちゃったよね、うん、揉め事が起きてるイメージだよね。全員が全員揉めてるわけじゃないからね。一部の人が喧嘩になったり、まあ酒の席でね、酔っ払って揉め事になってるんだと思うけど、うん、まあまあ普通に飲んでるよ。別にリスナー同士で揉めたってあんまり聞いてないよね。だいたい配信者同士揉めてるだけだから、生で喧嘩してるところ見えるぐらいじゃない。生で怒鳴り合ってるのが見れるよ。あいつだって。炎上芸ばかりっていうか、酔っ払ってるんでしょ多分。酒が入ってるからね。楽しく飲みたいですね。お酒は楽しく飲みたいです。
ねえ、せっかくね、楽しくなるツールだからね。まあでも普段からお酒飲みたいとは思わないな。楽しい時だけでいいね。楽しい時だけで。祝い事の時に飲むべきだな。なんか、常に飲んじゃうと、お酒のありがたみがない気がする。売名バー。でも売名バーの要素はあるでしょ。売名バーとして機能してるってことは経営うまいと思うよ。経営うまいと思う。だからその配信者ね、コミュニティレベル高い人、レベル50の人無料っていうのはいいよね。キャスバーってだけで閲覧上がるしね。だから売名できるバーっていいよね。そうそう、お酒が入るからね。まあ程よく飲めばいいんだよ。でもね、本当のことを言うと、まあバーテンダーやってたわけじゃん。あのね、お酒、お客さんを酔わせないようにするのが本来バーテンダーの仕事なんだよ。お酒が入りすぎたら、本来さ、バーって何杯ぐらい飲むのが適量かとか知ってる？バーってその1杯で何分滞在していいとか多分知らない人がいる。難しいんだよ。カクテルとかお酒って実は1杯頼んだら15分から20分って言われてんの。で、それ以上居座るっていうのは失礼って言われてんの知ってる？これマナーとして一般社会人の。で、2杯から3杯以上飲むのってタブーなんだよ。5杯は多い。1杯、2杯、3杯なの。本来バーって回転率があるから。で、それ以上居座ってもらっちゃうと赤字になるの。で、あと深酒すると迷惑かかるから、2、3杯で次の店に行ってもらうのが普通なんだよ、バーって。まあでも、居つくバーとかもあるけど、うちは居ついていいですよって。本来、マナーとしてはそうなんだよ。そう。だから3杯飲んで1時間いるとかが普通。2杯で40分とか。だからお酒をね、飲ませないようにコントロールしないといけないの、バーテンダーが、トークとかで。それがかっこいい飲み方なのね、大人の。だから次の店行こうって。もともとバーで飲んだらホテルに行くか次の店行くかしか選択肢ないんだから。朝まで飲んだらダメだよ。店はね、もう飲み屋は正直やりたくないね。正直やりたくない。儲かるっちゃ儲かるんだよ。三掛けって言うんだけど、だいたい原価3割に抑えてさ、商売するから、お金は生まれやすいんだけど、やっぱり自分も飲まないといけないから体壊すでしょ。で、俺の場合お酒が苦手だから、あんまり飲みたくないのよ、自分自身は。だからね、やっぱり好きなことを仕事にするべきだと思ってて、ストレスになっちゃうじゃん。で、お酒飲んで体壊してたから、体壊すなと思ってたから、やっぱりね、好きな人がやるべきなんだよ、お酒のことを。極めないとさ。だからバーはあんまりやりたくないかな。まあ、オーナーだったらやりたいかな。自分の行きつけのバーをやりたいパートナー見つけて、ビジネスパートナー見つけて、で、自分がお金に余裕があって、そう、自分の行きつけのバー作るとかだったらコンセプトとしてはいいかもしれないけど。朝までバーにいたらね、何やってんのってなるでしょ。サクッと帰るのがかっこいいんだよ。で、こまめに通うのがかっこいい。飲みは金かかるよね、やっぱり。
フラッと行ってさらっと帰る、かっこいい。そう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 、綺麗な飲み方っていうのがあるの。綺麗な飲み方っていうのがかっこいいでしょ。だからやっぱデートの時とかね、やっぱそういうかっこいい飲み方をしないと。あら、あら素敵って、うん、彼女のデートの時に。でも次の店決まってないとクッソダサいよ、うん、あ、だからすげえね、かっこいいラウンジバーとかあるんだよね。だからカフェでもそうなんだけど、そう、だからデートする時にプログラム組むの好きだよ俺。どの店行ってこうしてこうしてこうしてみたいな、うん、デートがね、うまい人はね、素敵じゃない？プラン考えてバー取り入れる。そう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 。で、あとバーの誘い方だよね。だってさ、ぶっちゃけた話さ、バーに一緒に行くっていうことはさ、もう、アバンチュール一歩手前なわけじゃん。要は、バーって最後に行くところでしょ。違うの。ホテルの前に行くところだから、やっぱりその、バーに行けたらもう可能性は6割ぐらいに跳ね上がるんですよ。でしょ？で、そこで口説き落とせなかったらもう、要は、仕留め損なったっていうかさ、そう、ダメだってつまんねえ男っていうことじゃん。うん。だから、バーでセンス出ると思うんだよね。アバンチュールって言わない？俺、アバンチュールっていう言い方大好きなんだけど。アバンチュールってもともとどういう意味なんだろう。そういえばアバンチュールとは、アバンチュールとは、アバンチュールってよく火遊びってあ、恋の冒険とか火遊びっていう意味なんだって。アバンチュールって素敵だね。恋の火遊び、あ、恋の冒険、火遊び、危険な恋愛、恋の火遊びがアバンチュールですね。はい、大辞林第3版の解説、危険な恋愛、恋の火遊び。恋の火遊びっていいね。やっぱアバンチュールっていいね。恋の火遊びだって、大辞林によると。素敵やん。はい、野田てるさんはこつ、危険な恋愛、恋の火遊びってすごい素敵なキラーワードだよね。キラーワード、恋の火遊び、うん、アバンチュールしたいの。アバンチュールしたいな。アバンチュールってどっから始まるんだろうね。なんか最高に興奮する恋愛のシチュエーションって何？みんなは。最高なシチュエーション。俺ね、なんかセックスのどんなプレイがしたいとか、どういう女とか、おっぱいがでかいとか綺麗とかどうでもいいんだけど、なんか女の子とどういう感じでアバンチュールするかっていうのは、そっちの方がグッとくるんだよね俺は。そういうことをもっとみんなと考えていきたいね。みんなとこうね、話し合いたいし語り合いたいよね、うん、それこそだからバーでね、バーでそういう話したい。俺そういうの好きだね、バーで。ところで、君は最高のアバンチュールについてどう思うんだい？そうなんだね。僕もそう思うよ。ホテルに行こう。
最低だな、最低な口説き方だな。夜景の綺麗なバーで語るの、そういうところも知ってるね。うん、そういうところも知ってるよ。うん、あのスカイラウンジっていうんだけど、あの西新宿とかもね、昔だな、でも行ったの何年ぐらい前だろう、7年ぐらい前とか、2、3回行ったことあるけど、でもね、あのデートで使ってるんじゃなくて商談で使ってたね。すっごいスカイラウンジでブワーってこう、もうガラス張りなのよ、ビルのカフェ、カフェとバカフェ&バーなんだけど、でももうブワーみたいな、夜景ではないんだけど昼間よく行ってたから、で そこで商談とかすると、要はセンスが出るわけじゃん。なんだろう、ルノワールでさ商談するのと、待ち合わせでちょっとそういうところで気分変えましょうよみたいな、なんかね、商談の時にファッて行くとさ、スカイラウンジに来るとさ、え、こんなところで商談すんのみたいになるじゃん。なんでここ選んだんですかって言われた時に、いや気分変えたくないですかみたいな、なんか気分良くないですかみたいなそうっすねみたいな、なんかちょっと勝ち組感出しましょうっつってっていうところから商談してたりした。だってさ、ぶっちゃけた話さ、100円で飲めるコーヒーですよ、100円で飲めるコーヒーだけど、ルノアール行って600円とか700円でしょ。だったらもう7倍になってるわけじゃん。だったら1200円とか1800円かけて一杯1800円のコーヒー飲んでスカイラウンジ買った方が楽しくない？インスタ映えするからねなんたってインスタ映えが半端じゃないから、俺はそういうところあるよ。俺はそういうところある。インスタがなかった頃からインスタ映えを気にしてた男だから。インスタグラムがまだ発表される前からインスタ映えを気にしてたぐらい最先端の男だね。それはあるでしょ。そうなの、そうなの、そう、クソだよ本当に大事だから、そういう気持ちが大事じゃん。やっぱその非日常を作っていくって、だって毎日普通に生きてても面白くないもん。すげえ先取り、そう、すげえ先取ってたよ俺ね、でもね、結構ね、あの Facebook とかもね、流行る前からやってたの。結構あの頃すげえ良かったんだよな、 Facebook めちゃめちゃ面白かったんだよ。まあ世代的にミクシーとかもすごい早かったの、学生の頃だったから。ミクシーとかもすごいやってたし、なんか流行る一般まで落とし込む前のサイトが面白いよね。なんかもう仲いいの、なんか私たちだけのミクシー、私たちだけのフェイスブックみたいな、なんかすげえ仲良くなれて、なんかね、もうね、普通の人が入ってきちゃうと正直面白くない。だからフェイスブックも一回やめてアカウント消して、2000人ぐらいいたんだよ当時。すげえ仲良かったもん。メッセージとかバンバンやり取りして、本当にリアルで飯食ったりとかしてて。なんか流行ったらね、もうなんかつまんなくなっちゃって、逆にツイッターが面白いわと思って。今はツイッターだけかな、SNS は。メインで稼働してんのは。Facebook 昔本当に面白かったのにな。なんかダメになっちゃったね。ミクシー面白かった。だよね、まあまあまあ、でももう稼働してないでしょ。昔のなんかコミュニティとかさ、ミクシーのコミュニティとかさ、すげえ盛り上がってたもんね。日記とかあれ完全な黒歴史だからねミクシーの黒歴史感半端じゃないよ多分ね。なんかね、下手なブログとか読んでるよりも、下手な書なんか漫画とか読むよりも、ミクシーの普通の人の日記とか見てるだけでクソ笑えたりするから。いやいや、面白いよ、ミクシーは。あと、足跡だっけ？足跡ツールとかいろいろ出てたよね。ミクシーは初期の頃すげえ面白かったね。だ、Facebook の原型だよな。原型っていうか先駆けだよね、ほんと。あんなに早くやってたのに。足跡あるぞ。すげえ面白いよね。
ていうか、金梅さんからリング頼まれたらどうすりゃいいんだろう。なんか、いくら、多分安く作りたい。まあまあ、廃れるよ。廃れるよ。あれは、しょうがない。いや、日本人のサイトはね、ちょっとね、癖があるから世界シェア取れないんだよね。あ、違うよ。トト。俺、すごいこと言ってあげようか。インターネットのすべてのサイトは、ほとんど出会い系サイトだから。ミクシーに限りません。要はね、インターネットの最大の利点っていうのは、人と人との出会いをつなげるコミュニケーションツールの。それはリアルに会うっていう意味じゃなくて、人と人とをつなぐためだけのツールなの。インターネットが最大に流行ったのが。でしょ？だから、すべてのサイト設計っていうのは出会い系サイトを元に作ってると言われてるのよ。まあ、特に SNS なんて言われてるものはまさにそうなの。だから SNS の伸び率と昔あった出会い系サイトの消滅の多分リンクしてると思うよ。いや、だからさ、昔スタービーチとかあったじゃん。知ってるでしょ？出会い系サイトいっぱいあったじゃん。SNS が全部滅ぼしたんだよ。でしょ？だからあれは合法的な、うちは出会い系サイトではありませんって言いながら出会い系サイトやってるだけだよ。だって出会ってるじゃん。そう。だから出会い系サイトが持ってたのをクリーン化したの、イメージを。頭のいい奴らが。そう。なんだ、出会いじゃんって気づいてて。なんか IT の、ほら、会社やってたでしょ。だからその話とかよくしてたよ。そう。結局 SNS って言ってるけど、出会い系サイトと何にも変わってないよねって。で、セックスが目的なのはやめてくださいって表沙汰言ってるだけで、結局、繋いでるだけだよねっていう。でしょ？よくよく考えたらそうでしょ？だから、あれだよ、こういう生放送とかも出会い系サイトの側面っていうのは強いんだよ。出会うか出会わないかじゃないの。だって俺、のんちゃんと実際、放送で出会ってるわけだから。別に出会い目的でやってるわけじゃないよ、俺は。だし、俺とトトのこのつながりだって出会いだからね。会ったことあるリスナーさん。まあ、トトとは会ったことないけどさ、まあ、いずれ会うでしょう、トトとも。そしたら出会い系サイトですよ。出会い中ですよ、僕らは。お前、出会い中だなって言われるよ。でもそう思わない？冷静に考えて。俺はどっからどう見ても SNS は出会い系サイトだと思うけどな。まあ、ヤフ、あのね、もう一つあんの。出会い系サイトか、もしくは情報を、調べ物っていうのがあるのね。だからレシピっていう呼んでたの、俺らは。要は、出会うか、調べるか。レシピ。だから、ヤフー知恵袋もレシピだし、クックパッドもレシピだしっていう。でも、新しく出てきた概念、その頃俺らが考えてなかった概念で、ショッピングが始まったよね。一期一会、そうだよね。素敵だよね。そうだよ。だって、パートナーを探す旅ですよ。パートナーを探す旅。夢の国さんさ、なんかちょっとロマンチックな話なんだけど、昔の、ね、昔は男男っていう、人間と女女って呼ばれてる人間。今で言う男と女なんだけど、昔は男男と女女って呼ばれてた。で、男女っていう、男男と女女と男女っていう3種類いた。でも、ある日神様が、この3種類の人間を真っ二つにしたの。わかる？で、男と女しかいなくなったの。だから、足りなくなった相方を探すんだって。男男で成立してたのと、女女で成立してたのと、男女がいたんだけど、神様が半分に割っちゃったから、相方を探してるんだって。素敵やん。Google も Yahoo も検索で発展したわけだし。まあだから、Google とか Yahoo が、まあ、俺はヤフーは偶然だったと思うの。たまたま非リンク稼ごうと思う。稼ごうっつうか、どうやったら一番アクセス数上がっかな。あ、リンクのサイト？要はサイト数少なかった頃に、なんかおすすめサイトの、なんか、目次みたいなのを作ればいいじゃん、みたいな。ドラミ、いやいや、了解。ごめんね。
素敵やんって。 なんていうのかな、ただヤフーの場合は、まあこういうサイト便利だよねの発想だったんだけど、もともとヤフーはアルゴリズムじゃなくて、このサイトはこういうので何点っていう評価サイトみたいな感じだったの。で、リンクをしてたの。今でもその名残があって、ヤフーの、ショッピング何々ってこうカテゴリーがブワーってリンクがこうカテゴリー分けされてるのを見たことある？ヤフーって。あれが元の設計なんだよ。でね、Google は実は違う検索エンジンを使ったの。要は検索窓しかなかったじゃん。リンクじゃなくて自動でやるって。あれは実は大学の論文が元になってんの。大学の論文、大学の論文っていうか学会の論文、学会の論文の根拠って、論文の引用が多ければ多いほどいい論文っていうの定義があるの。要は他の論文を書くときに自分で基礎論文みたいなものを作るわけにいかないじゃん。だから基礎的な論文っていうのを引用していくわけじゃん。フレーミングの法則みたいな、小学校で習うようなところも使っていくわけじゃん。で、使われれば使われるほどいい論文だよねっていう考え方があるの。その論文の、その学術的にあるのよ。で、その考え方を採用されて、Google は何をやったかっていうと、サイトのリンクが貼られてるってことは引用されてるってことじゃん。このサイトのこの記事についてなんですけどとか、Twitter でリンク貼るって引用じゃん。だから、リンクの数が多いっていうことは、引用の数が多いから、いいサイトだよねっていうふうに自動化したのが Google の。これが一番最初の Google の考え方。Yahoo は一個一個 Yahoo が審査してたのよ。一個一個サイトをチェックして、このサイトはどういいですよとかやってたのを変えたの、自動化したの。だからまあ必然的に Google が勝っちゃったんだよね。なんだ、まあ雑談で飯食ってますからね。まあまあ頭いいよな、Google は。あとね、日本のサイトが流行らないっていうのは、Facebook と Mixi で実は全く同じようなサイト設計になってるけど、Yahoo Japan と Google っていうのをイメージしてみて。あ、これ Yahoo Japan って日本のサイトだから。アメリカ Yahoo とはまた別の作りになってるのね、サイト設計が。Yahoo Japan っていうふうにトップページをイメージすると、右に広告があって、左にカテゴリー、ブワ、ゲームだの、なんだの、かんだの、かんだの、かんだの、ブワーってあって、ニュースがあって、広告があって、で、検索窓上にごちゃって、もうごっちゃごちゃでしょ？で、Google をイメージしてみて、トップページ。検索1個。でしょ？ Google って書いてあって、検索だけなの。じゃあ今度、Facebook。タイムラインだけでしょ？タイムラインと自分のページの2つしかないの。Mixi。ブー、ぐっちゃぐちゃよ。日記、足跡、ペタツール。プロフィール。広告、ブワーって。あれね、実は何かっていうと、日本人って一つの画面の中にごちゃごちゃした情報を一瞬で読み取れる能力があるの。アメリカ人とか西洋人にこれないって言われてんの。だから、このサイトはこれだけのために作りましたよっていうサイト設計だから、すっごいシンプルなの。アメリカのサイトって、アメリカ人が設計するサイトって。で、日本人とかアジア人が作るサイトってごっちゃごちゃになるから、アメリカ人からするどこをクリックしていいか分かんなくなってパニックになるんだって。だから、そう、世界の人口の分布の問題で負けちゃったって言われてる。世界のシェア取れなかった。ただ、さっきも言ったけど、 Facebook よりも Mixi、 全く同じ機能とか同じ目的なのに、日本人の方が早くやってるでしょ。だから当時言われてたのが、YouTube よりも Winnie の方が素晴らしいって言われてたの。YouTube は動画しか見れないけど、Winnie は動画、音楽、文書ファイル、すべてのものを無料で転送できる。だから実は、その Winnie の方が優秀だっていう考え方もあるんだよ、後になって。ただ違法アップロードだって言われて、そう、お取り潰しに日本がしちゃったんだけど、日本の方が実はイノベーションって起こってる。リンさん、ハートありがとうございます。いや、日本の方が実は初めなの。だから YouTube よりも実はニコ動の方が早かったし、盛り上がりすごかったでしょ。YouTube が今頃になってライブに力入れてんのよ。もうだって生放送なんか日本のお家芸じゃん。多分日本初でしょ。ほぼ。生放送文化、こんだけ広まってんのは。だから日本人って実はイノベーションを起こすのすっげえ得意なんだよ。
ただね、世界のシェア取るのが苦手なの。だから後発組の負けちゃうんだよ、いつも。後発組の大企業に負けちゃう。あとはね、そのアメリカ人のその経営のやり方がちょっと特殊だっていうのがあるんだけど、赤字を平気で垂れ流して資本力で勝負するから、日本にはそれができないのね。できないっていうか苦手なんだよね。髪は短くなってないっすよ。うん。前切ってから変わってないよ、りんちゃん。抜けたのかもしれないね。最近ちょっと抜け毛多いんだよね。ジムに通ってから抜け毛多い。日本人はね、ローカライズされてるっていうよりも、日本人が情報を詰め込みすぎるっていう癖がある。シンプルだと味気なく見えちゃう。抜け、なんかちょっとね、抜けるんだよね。ごっそり抜けるから。多分なんか男性ホルモンとか出てるんじゃないの。あのトレーニングしてるから。大変だよ。抜けていく、抜けていく。おい、濃い味、お疲れ、ワドツ。いらっしゃい。だから、ね、あのね、だってさ、俺、あの、未だにね、実はね、蹴りがついてないの。アマゾンと YouTube が喧嘩してるのが原因なんだけど、これ。あの、実は、俺、YouTube、広告がつく前の初期の初期からやってたの。要は YouTuber ってものがまず一人もいなくて、動画投稿系男子って呼ばれてた時代があるのよ。その頃に俺 YouTube やってたの、実は。で、多分ね、俺ね、日本初の YouTuber、要は動画投稿系男子の中でも相当早い部類なのよ。だって、広告お金入らなくてもやってたんだもん。で、YouTube が違法サイトだって言われてた時代にやってたの、YouTube を。で、その頃、なんで YouTube やってたかっていうと、IT でこれから動画が来るって言われてたの。もう動画がメインになる。YouTube が天下取るぞって、エンジニアたちがざわついてた頃の時代に始めてたんだけど、その頃もっと実は進んだシステムもあったし、YouTube より高画質のサイトっていっぱいあったの。全部潰れたんだけど。あのね、すごくて、ここのこれが動画だとするじゃん。これをクリックすると、これが変えるの。ここをクリックすると、これが変えるし、このネックレスクリックすると、変える。ヘッドホンをクリックすると変える。そういうシステムあったんだよ、もう。何年ぐらい前だろう。何年だ。で、なんで未だに実装されてないかっていうと、そこの覇権争いをね、もうね、10年近くやってるんだよ。アマゾンと。要は、アマゾンは、サイトでやって、その、利幅をこっちで取りたいわけじゃん。Google は宣伝料を取りたいわけじゃん。だからずーっと提携しないの。もうアマゾンしかないって分かってるの。お互い。でもね、Google はね、蹴ってるの。向こうに利益を落とさないように。そう。だから本当は、もうシステムとしては、YouTuber ここカチッてクリックしたら買えるんだよ、これ。だけど、Amazon を儲けさせるわけにいかないから提携しないの。ずーっとやってんの。でも Amazon が最近生放送とか動画コンテンツ持ち始めたでしょ。YouTube 相当焦ってると思うよ、Google は。うん。だって、めちゃめちゃ、だって後ろにあるスーパーファミコンとかクリックしたら買えちゃうんだよ。Amazon で。Amazon のリンクがもうパッて出てくるの。そう。それがもう10年前にあったからね。うん。すごいよね。でもまあ、そのビジネス、技術としてはあるんだけど、そのビジネスのその派遣、ポジション取りの関係で実装されてない機能っていうのはあるんだよね。だから本来はね、俺らは YouTube とかにそれ実装してもらいたくて、なんでかっていうと、これ買ってもらえたら俺に1円でも入るってなったらさ、無料で投げ銭してんのと一緒だし、俺らが本当に広告、その投げ銭とか広告を本当にできる時代が来るのよ。すごい良くない？後ろのバンダナ欲しいってなったら、買ったら1円入る。高いネックレスとか買ったら10円入るとか。うん、そうなったらね、本当に広告で食っていけるからさ、いいよね。うん、俺のことクリックしてもダメだよ。多分、あの、より目を直すクリニックとかに出てくるから。
寄り目でお悩みの方、眼科に行きましょう、つって。寄り目クリニック出てくるから。俺の顔はクリックしないでください。すごいよね、テクノロジーって。わかんない、寄り目を直すクリニックは広告料高いかもしれないよ。外科だから。保険聞きませんっつって。りんちゃん、バカだ、あ、バカじゃない、ハートたくさんありがとうね。アイテムありがとう。ステゴロの動画みんな見てね。ステゴロじゃねえや。昨日のマッハ道場の動画、いいねボタン押してきてください。いいねボタン、この URL ね、ちょっといいねボタン押してきて。で、チャンネル登録まだの人、俺のチャンネルだからこれ、クリックしてきてください。よろしくお願いします。いいねボタンみんな押して。YouTube っていいねがね、押されれば押されるほどね、動画が強くなる。動画を育てるって呼んでるんだけど、いいねを押すとね、動画が育っていくの。見るっつうかね、いいねボタン押して登録しといて。で、後で見て。いいねありがとう。どんどん押していいね。バットボタン押さないでください。みんなが見てる動画なんで、バットボタン押さないでください。評価を下げたくないので。なんで俺の動画バットボタン多いんだろう。バットボタンの比率おかしいよね。いいねを押せって言ったらバットを押すバカがいるからな。どうしようもねえよな。なんかね、俺の動画アップロードした瞬間にね、バットボタンを自動で押すバカがいるんだよ。病気だと思うよ、ほんと。アップロードして1分以内にバットボタンを押すバカがいるの。毎回なの。もうね、病気でしょ。俺がアップロードするの待ってるの、こいつ、みたいな。アップロードした瞬間、動画を見ずにバットボタンを押すやつがいるんだよ、世の中には。もう粘着でしょ。もう動画の内容なんか関係ないの。和道が動画を上げてるんだから、悪い動画に違いないっていう。確認しようか。ほら見ろ、バットボタン6だよ。ほら見ろ、もう6人バットだよ。言わんこっちゃね。9人ありがとう。怖い、怖いっつうかね、もうこいつ、なんだろう、どんな性格でどんな生き方してるんだろうと思わない？どういう生き方したらそういうことになるの？みたいな。なんで？怖い、俺。なんでそんなことになるの？びっくりするわ。バットはまあアンチだろうね。バットボタン押してんのはアンチだよ。だけどさ、俺の動画をバットしたところでさ、そいつの人生がバットじゃん。俺じゃないよっていう。登録数1200、実は俺はたくみさんっていうスタッフさんがいて、俺の動画全部、今回のね、格闘技とか俺が力入れてんのは全部、生活保護完全マニュアルとか俺が作ってるんだけど、たくみさんがね、ずーっとやってくれてて、実はね、1年ぐらいボランティアでやってくれてたの、ずっとたくみさんに。で、もう本当に申し訳ないなと思ってて、でも和道のことを広めたいから YouTube のお客さん取りに行こうよって言って、俺頑張るよって言ってくれて、和道は生放送に集中してって。和道 YouTube もやりたいって言ったけど、俺頑張るよ、 YouTube のこと何にも分かんないけどって言って、たくみさん自分で勉強して、動画のソフトとか自分で買って、実費でずーっと俺の動画をもうアップロードし続けてくれたの。俺そのおかげで生放送続けられてたの。で、 YouTube の広告料がだんだん増えていくじゃん、登録数が増えていくと。で、今お給料少しお小遣いをお支払いできるようになった。だから、これはね、登録数はね、実は YouTube の登録数は俺じゃなくて、たくみさんのおかげなんだよね、スタッフさんの。やっぱね、実を言うと一人で作ってるんじゃないんだよ、こういう番組って。で、今ね、ボランティアスタッフ、実はもう一人、欲しいんだよね。YouTube に、翻訳をつける機能があるんですよ。で、動画にさ、たまにさ、字が出てくるやつあるじゃん。たくみちゃんだって、たくみさんめっちゃいい人だよ。もうリスナーさんでね、何年ぐらいの付き合いだろう、もう3年ぐらいだけど、
そう。もう本当にパートナーですね、僕の。まあ今ね、新しく、その X さんっていう、そのシルバーのパートナー。俺はその、もうリスナーさんっていうカテゴリーじゃなくて、一緒に仕事してる人はパートナーって呼んでて、俺の中では、一緒に同じ目的を果たす人って、要は仲間だよね、日本語で言うと。俺はパートナーって言い方をするんだけど、たくみさんと X さんはパートナーですよ。リスナーさんの枠を超えてて、一緒に夢を叶える人。一人でやってる夢じゃないから。会話をね、コメントするやつじゃなくて、実は YouTube の動画でこうやって喋ってると、こうやって喋ってると、ってここに出るの。YouTube って出る動画があるの。それはね、どういうことかっていうと、耳が聞こえない人向けのサービスで、俺が喋ってるのを文章にする機能なの。で、それって実は無料で参加できて、そうすると、俺のトークっていうの、YouTuber ってそういうことやってる人少ないけど、俺のトークを耳が聞こえない人に届けることができるの。だからなんかそういう機能とかをボランティアでやってくれる人がいたら嬉しいなと思って。だって世界にさ、日本で耳の聞こえない人ってどれくらいいる？で、その人たちは動画見てもつまんないわけよ。だけど、これがさ、こういうトークの中でさ、生放送では正直聞こえないから面白くないわけじゃん。俺の顔見ても意味ないわけだから。でも YouTube でさ、こうやって俺がトークの話とかをさ、文章で読めたらさ、耳が聞こえない人はめちゃくちゃ面白いと思うと思うよ。あ、こういうの待ってたっていう。だって YouTube 楽しめないんだもん、その人たちは。かわいそうじゃん。だから、耳が聞こえない人も、生放送とか、こういう YouTube とか雑談とかを楽しんでもらえるために、ボランティアでこのトークとかを編集してくれる人いたらいいなとか思って。スポーツとかね、ダンスとかはできるんだよ。文字の情報いらないから。スポーツとかダンスは多分見てるんだと思う、耳の聞こえない人は。そうだね、一緒に目的っていうか、同じ方向を向いてる。同じ方向を向いてる人。パートナー。俺の成功じゃない、1200人。今年の目標はね、YouTube1 万人なんだけどね。お、ワイヤーでだ。え、ワイヤーでなんか格闘技の大会出るって本当？ ワイヤーでなんか、Twitter かなんかで見たけど、なんか総合ルール出るの？あ、どうもどうも。俺じゃないんだよ、YouTube。今回のね、スパーリングは僕があげたんですけど、ぜひぜひ、二次利用 OK なんで、拡散してください。スパーリング動画ね、YouTube とか、YouTube の俺の動画で面白いのあったらさ、Twitter とかで、この動画面白いよって言ってばらまいてもらえると嬉しい。ワイヤーで大丈夫？踏みつけありのえぐいルールでやるんでしょ。すげえ勇気あるよな。ワイヤーででもね、センスあるからみんなに褒められてたもんね、格闘技。地下格闘技出るんだ。勝ちも負けもそうですが、挑戦です。すげえな。俺らはほら、捨て頃って言っても配信者同士だからさ、まあまあ、ある程度ね、素人同士の殴り合いだからまだいいけどさ、地下格闘技に出るってことは腕自慢が出るわけじゃん。要はガチの格闘技やってる人たちでしょ。それはとてもじゃないけど、出る気にならないもん。え、なんでやってみようと思ったの？ワイヤーで。昔から興味あったの？地下格出たいとかあったの？なんかそんなタイプに見えなかったからびっくりしたんだよね、ツイッター見たとき。多分、辰彦か狂金さんのツイッターで見たんだけど、ワイヤーでが出るっつって、狂金さんかな？えぇ？みたいな。ワイヤーで出るの？みたいな。頑張って。俺も頑張るから。いや、面白いよな。いろんな人がいろんな活動をやってて。で、いろんな出会いがあるから面白いよね、本当に。
中学から格闘技見てて一生に一回は出たかった。ワードさんも頑張ってるので力になります。いやいやいや、俺はもう超下手くそで、昨日カウンター思いっきりもらっちゃったもん。見た？そういえば。俺の別角度の動画で俺の今キャプル見てみる？一緒に。見てない人手挙げ。まだ昨日のスパーリング動画見てない人手挙げで。俺とプロの原田さんとのやつ。見る？ちょっと待ってね。探すわ。ちょっと待ってね。見てない人いる？見たい？みんな見たかな？別角度だからね、多分見応えあると思うよ。ちょっと待ってね。いいな。じゃあ見ようか、一緒に。いくよ。これでいいか。見えてる？ OK。 なんか端っこが気になるな。これくらい？ OK、 見えてる？いくよ。あれ？こんな感じだった、昨日は。うん、ついてるついてる。広告ついてるんじゃなくて俺がつけたんだよ。これ一個一個手動でつけてんだよ。まだ足の運びがダメなんだよね。まあでもリズムはそんなに悪くなかったかなと思う。ちょっとタッタッタッタっていう刻み方で。これがダメだね。右ストレートから入るのは絶対ダメだね。ジャブから組み立てないとね。なんか生放送の時とは違うでしょう。うん、いやー、そうだよ。素人とプロの違いだよ。全然違うよ。これ良かったね。バテてないよ。バテたら動けないから。バテてないよ。うん、打ててる。違う、見合ってるの。要はどっちから行くかって。バテたらこの動きできない。右ボディ、ダッキングしてからのボディいいんだけど、左ボディから入るべきだったね。右ボディで入っちゃってんだよね。この後カウンターもらう。まあこういう感じですね。もしよかったら動画見てください。あとね、そうだそうだ。例えば、達彦の試合見たいとかあるじゃん。これ YouTube の画面でしょ？で、ここ見ると、これクリックすると、全部もう、この時間クリックするとね、見方教えるね。ちょっと待ってね。こうなってるんですよ、YouTube って。で、ここに、もっと見るっていうのを出すと、こうやって、原田芳樹 VS マイアン、どれの深夜食堂 VS マイアンとか、こういう風にね、ここポチッとクリックすると、その動画に飛ぶようになってるんで、これ便利ですでしょ。こうやってクリックするとこうなる。例えば、マイアンっていう人、誰が見たい？ワドー VS トムソーヤをクリックすると、そこに飛ぶから。この機能うまく使ってください、皆さん。ここに、例えば、ワンツー、左パンチ、右パンチ見てみよう。打ち方の基本かって、こうやってクリックすると、ほら。こういうふうに飛ぶようにできてるか。スキップって言うんだけど、ボクシングのフォーム見てみたいなって、こうやってやったら、構えからいきます。出るでしょ。これ便利でしょ。これ意外と知られてないんだよね。原田さん何キロぐらいなんだろう。わかんない。原田さん配信者が、これ朝の6時までかかったから、だいたいね、これノー編集なんだけど、 YouTube の設定だけで4時間かかってる。だから、作業膨大なんだよ。動画編集だけじゃなくて、YouTube の設定。例えば、だから、1分1分を確認しながら、例えば、何分何分って、これ全部自分で打ってるんだよ、文字を。だから、ここに例えば、どれ VS、
ドレ VS バブー達彦ってジャストで始まるように時間何回も見て、こうやってほらこっから始まるようにとか、だから全部これ書いてんだよ、自分で全部書いてんので、裏側の設定っていうのがあるから大変だよ。 YouTuber ってほんと労働だからね。課金？ジュース代にも。あ、ありがとうございます。ありがとう、ハートありがとう。超嬉しいです。すいません。で、見やすいでしょ。そうそう。だからみんなに愛されると。だからこういうさ、苦労する活動をやってて、バットボタンを押すとかもう最低だなと思うんだよ。皆さん、いいねボタンを押してきてください。お願いします。いいねボタンを押してね。すごい大変なんだよ、一個一個動画作るの。そう、みんなさ、便利だなーって言ってるけど、クリエイトだからね。クリエイトだから。バットボタン押すやつの気がしねえよな。朝6時までさ、配信外で無給で働いてんのにさ、みんなに見やすいようにとかさ、多分、達彦とかも見るだろうし、アメリカ人とかも自分の枠で使うだろうって、ねえ、こうやってカチ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 クリックして探すの手間かかるだろうからさ、多くの人によくしてもらおうってね、いい動画って言われるように頑張ってんのに。いや、そうなんだよね。だから裏側の努力知らないから簡単にバットボタンを押せるんだよ。そうそう。みんな努力してんのに。って言ってるそばからバットボタンか、この野郎、おい。言ってるそばからバットボタンまた押してんじゃねえか。どういうことだよ。下道か、お前。下道か。この話聞いた上でバットボタンかよ。人間じゃねえな。人間じゃねえよ。今バットボタン押した。9人目のバット押したやつ人間じゃねえよ。人の心を持ってねえよ。てめえの血の色は何色だ、この野郎。どういう見解だ、お前。ここまで説明して、俺の6時間かけた動画になんでこの話してバット押せるんだよ、お前。下道が、この野郎。いいね押して。人じゃねえだろ、もう。もはや人じゃねえよ。考えられねえわ。下道だよ、下道。下道 VS 和道だよ。いや、怒るだろ。寝ないで睡眠時間削って給料もらわずにやってるんだよ。ボランティアだよ。その上でバットだよ。そのエピソードトークも含めてバットだからね。どんだけ嫌いなんだよ。どういうことだよ。アホすぎるわ。しょうもないわ。疲れてんのにね。それイライラするわな。でもほら、思い出になるじゃん。YouTube のいいところってさ、3年後とかさ、10年後とか多分すげえ泣きそうになるぐらい思い出になると思うよ。奴隷おじいちゃんが老人ホームで見るんだよ、多分。ああ、こんな時あったなーって。奴隷の深夜食堂、64歳。老人ホーム、老人ホーム、ナウ。今、10年前の動画を見ている、ナウ。だよ。泣けてくるんだよ、多分。ねえ。まあ、みんなで作ってるリスナーさんとも含めての思い出だからね。気持ち悪いわ、つって。ひろとらさん、ありがとうございます、メガホン。アイテムもしよかったらご支援よろしくお願いします。若かりし奴隷食堂って枠取りそう。ああ、枠取んのかい。老人ホームで枠取ったら本物だよね。気持ち悪い。でも確かに老人ホームから生放送って見たことないな。ちょっと見てみたいよね。のんちゃん枠ではどうも。のんちゃん枠ではどうも。
どういうことだろう。なんか、のんちゃん動画は再生数が伸びるんだよね、めちゃめちゃ。なんでか知らないけど。のんちゃんの動画の再生数の伸びは半端じゃないんだよね。のんちゃん隠れファンめちゃめちゃ多いよね。なんかのんちゃんの動画の伸びがやばいもん、本当に。引くもん、ちょっと。だって400再生もう超えてんだよ。昨日の動画で400再生。バットボタン15ってどういうことだよ。何でもかんでもバット押したらいいってもんじゃないよ。コメントもすごいもん。こんな彼氏嫌だって。こんな彼氏嫌だって、お前。コピちゃんちょっとやめて。一方的に体洗ってよっていうのはどうかな。もう別れたらとか。今更好感度ってないない。このさ、ぶっちゃけさ、生放送はさ、もうその日の感情で終わりだけどさ、動画のコメント欄で永遠に残るんだよ。こんな彼氏嫌だとかさ。今更好感度ってないない。お互い別れて。一方的に体洗ってよっていうのはどうかな。これ残るからね、君たち。君たち。ここは俺んちって、ロハコのパクリじゃん。だから、そのコメントは残るからね。いや、笑えないでしょ。自分の動画を見るわけじゃないけど、管理の、広告の設定であったりとか、SEO 対策の関係で見ちゃうの、どうしても。傷つくって。こんな彼氏嫌だって。俺だから。俺の動画だし。やめて。傷つく。もっといいこと書いて。10年後も残るからね、これ。のんちゃん後ろに寝てるよ。ジバニアいらっしゃい。マウイさん、こんにちは。LINE ライブ？ああ、思い出した。はいはい。のんちゃんってね、あれなんですよ。僕の彼女ものんちゃんなんですよ。のんね。のんラブね。ああ、思い出した、ヒロトロさん。どうもどうも。よろしくお願いします。やっとわかった。そう、和道さんかっけえって。それはね、ここに書いても残らない。YouTube のコメント欄は永遠に、forever。 YouTube のコメント欄に書いてあるいいコメントは forever。 バッドコメントも forever。 そう、それが YouTube の動画勢の厄介なところ。動画は残るんだよな。生放送はね、その時その時で忘れちゃうから、もう3日後には覚えてないけどね。そう、動画はフォーエバーだよ。厄介なんですよ。仲直りしたっつうか、なんか昨日原田さんの枠に、寄り目の家にいるって伝えてください。おい、寄り目。寄り目の家にいるぞってコメントがあって、なんか寄り目って誰ですかって原田さんが言って、あ、僕です、っつって。なんか、寄り目の家にいる人がいます、つって。原田さんが。寄り目の家にいる人がいるみたいです、つって。あ、彼女です、つって。了解です、って言って。なんか収益の仕組み変わった。簡単に言うと、チャンネル登録数が1000人以下の人は広告料受け取れません。だから、投げ銭システムと同じで、要はお金を得ることができる最低限のラインがチャンネル登録1000人になりました。で、もう一つあります。1000人だけじゃなくて、年間のトータル再生時間が4000時間。再生時間。だから5分の動画を100人が見たら、500分計算なんだけど、4000時間だって。4000時間超えないと、要はもう広告料払う価値がないって判断されるんだって。だから簡単に言うと、仮想 YouTuber にはお金払いませんっていう。話、俺はクリアしてる。そう、だから淘汰が始まったね。もうお金もらえる。要は、ちゃんと仕事として、ある程度ファンを抱えてないと、もうお金払いませんよっていう判断。YouTube。だから、ニコ動がまた盛り上がるんじゃないの。
だったらニコ動の方にアップしようみたいな。雑な動画はニコ動。クオリティの高いのは YouTube って、住み分けが始まるんだよ。2軍1軍みたいな。YouTube のブランディングの一環だと思うよ。YouTube で食ってますっていうのがさらに難しくなるわけだから。要はもうアップロードしないでってことでしょ。面白くない動画アップロードしないでっていう。犬とかの動画は見れるんじゃないの？っていうかむしろ動物はキラーコンテンツって言われてるからね。動物は再生数やばいから。ニコ生投げ銭になってないよ。ちゃんと記事読んだ方がいいよ。YouTuber 増えたっつうか、まあブームだからね。なんかヒカキンのモノマネみたいな動画がさ、多分1万個ぐらい上がるんでしょ。ヒカキンがガリガリ君食ってみたってやったら、ガリガリ君を食う小学生のさ、再生数5とかの YouTube が1万個ぐらい上がるわけでしょ、その日に。それ YouTube ふざけんなってなるでしょ。お前サーバーに負荷かけんじゃねえよ、さ、5再生なのにとか思うでしょ。例えばじゃあ、再生数の少ない YouTuber を紹介しましょうか、皆さん。再生数の少ない、あの、有名 YouTuber 紹介しましょう。この方です。チャンネルどれの深夜食堂、チャンネル登録数24人。動画見てみようね。もう、再生数69とかね。もうこれひどいでしょ。これがね、おすすめの YouTuber ですよ。こういう人がいるから、サーバーに負荷がかかって YouTube の運営さんはイライラしてるんですよ。ね、こういうなんか、誰だか知らないですけど、なんか素人のくせに、その、なんかこう、ボクシングをやってみたんだよって。そんなものは家族で、ね、携帯の中でやりなさいと。携帯でメールとかで送りなさいって話ですよ。ふむふむ、つって。わかる？まあ、誰の、あ、ドルさんだ、ごめん。ドルさんのだった、これ。間違えちゃった。そう。実はドルさんの YouTube やってんだよ。チャンネル登録数24。そう、例の人だね。プップクチャンネルって呼んでんだけど、俺は。だってさ、もうさ、もう何、YouTube からしてさ、タイトルがさ、インストラクターとスパーリングってタイトルなの。それ再生20になるでしょ。誰がさ、インストラクター、スパーリングって検索するの？インストラクターとスパーリングって打ったって、それ再生数20になりますよ、2ヶ月間で。2ヶ月で再生数20だけど、誰が、世界のどこの誰が、インストラクター、スペース、スパーリングで検索する？しないでしょ。元世界チャンピオン何々とか書かないとダメでしょ。下手すぎるわ。SEO 対策下手すぎるでしょ。まあ多分 SEO 対策とか言っても、多分ドルさん何のことか分かんないから、機械音痴だから、あの人意外と。配信者なのにパソコン全然苦手だから、多分俺が何言ってるか分かってないと思うよ。いや、だからもったいないんだよ。そう、埋もれてるのがあるんだよ。すげえ面白くて埋もれてる YouTuber とか結構いるんだよ。俺ね、昔ニコ生時代にやってたの。その、俺が見つけてくる、もう超過疎 YouTuber なんだけど、ぶっ飛んで面白い人とかいて、それを紹介する枠とかやってたよ。そう、めちゃめちゃ面白いんだよ。世界の YouTuber で有名な人、あ、わかんないけど、もうなんか桁が違うらしいよ。日本だと億万長者だけど、向こうだと何十億って稼いでるでしょ？なんかゲーム配信系らしいよね。関連動画のことは、あんまりね、それはここで話す内容じゃない。カレオさん、飯食いましょう。カレオさん、飯食いましょう。ここで話したら、ダメな内容。飯食いましょう。カレー食いましょう。二人でカレー食いながら話しましょう。結構、ちゃんとしたネタですね。金になる。SEO。ていうかね、俺ね、思ったんだよ。実を言うと、配信者でこういうビジネスやらなかったら、多分ね、SEO のコンサルやってたと思う。YouTube の。昔は何がすごかったって、Google のトップ3位以内に YouTube の動画が載ってた時代があるの。
だから YouTube さえ攻略したら Google のトップ3取れてた時代があったのよ。今ねちょっとそれが変わっちゃったんだけど、それでね SEO 会社やろうかなとかも思ったことあったんだよね。いろいろダメっていうか、金のなる木だから多分みんなにここで話しても100人のうち100人がいらない情報だし、気づいたやつは得だけするネタだから金取れるネタなんでカレー食いながら話しましょう仕事になるやつなんで。これありがとうございます、アルさん、ありがとうございます。一生懸命汗流してきました。ポカリスエットの CM 来ないかな。大塚製薬さんお願いしますよ、ちょっとポカリスエット送ってください。ぜひ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 。でも俺が今 YouTube 携わってないかんな、ちょっと本格的にやんねえとな今年。俺ねちょっとね実はね YouTube 本気出そうと思ってんだよね。その匠さんにねぶん投げてたけど、ちょっと匠さんとがっつり組んで本気でやろうと思ってんだよね。ちょっと今年の目標1万人登録数で、多分ねこれからねヒカキンとかはじめ社長みたいなスター YouTuber って出てこないはずなの。中堅層にいた YouTuber がどんどん上がるだけだと思ってて、だし仮想 YouTuber が1万人登録とかならない時代が来てるんだよ。もうだからそろそろ攻略しとかないとまずいなと思って、もうあと 1,2 年で終わっちゃうと思ってんだよね YouTube。 もう全然入れなくなるっていうか、配信もそうなんだけど、ゲーム配信とかやるよ。スーパーファミコンあるじゃん、機材が壊れてんの。俺はレトロゲームしかやんない。 YouTube 専用動画あげますよ、はい、あげます。っていうかまさに昨日のやつなんかそうじゃん。この下に上げてる動画なんかふわっちで解説枠は非公開にしてるから、あげますあげます。もともとね生活保護完全マニュアルは YouTube のね動画でやろうっていう話をしてたの、小川祐希さんと。だけど小川祐希さんが配信結構好きで、配信見るのもやってみたいって言ったから、あ、じゃあ配信でやりますって言って。あ、ヒロトロさんよろしくお願いします、これからもありがとうございました。そう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 、うん、だからまあ YouTube 今年は力入れてやっていこうかなと思ってて、うん、あ、行ってらっしゃい、トト気をつけて、もうそんな時間か。ていうかさ、俺思ったんだけどさ、俺さよくよく考えたらすごい人生になってきてるなと思って、もうだんだん当たり前になってきたんだけど、俺よくよく考えたらマッハさんってガキの頃憧れてテレビで見てた人なんだよ、よくよく考えたら。だしミノワマンさんとかも会ってるわけじゃん。よくよく考えたらさ本当に人生変わったなみたいな、もうなんかさ、なんかもうバカになってるっていうかさ、だんだんなんか普通になっちゃってきてて、その大御所、子供の頃のさスター選手の人と会えたりするわけじゃん。すごくない？なんか冷静に考えるとさ、マッハさんと会えて喋れてる時点ですごいよね。まあ挨拶しただけだけど、あ、そうだよね、アンコロさんとの出会いも匠さんのおかげだからね。そうそうそう、いや、マッハ、そう、俺らの世代ドストライクなわけじゃん。まあ上の、もうちょい上の世代もそうだけど、普通じゃ会えない人なんだよね、よくよく考えたら。なんか俺らの感覚ずれてきてるよね。なんかあれ、俺マッハさんとツーショット撮ってツイッターみたいな、あれ、そういえばミノアマンさんもそうだよなみたいな、俺テレビで見てた憧れの人だよなって、年末とかにわーって言ってた人だわみたいな。成田にいたら絶対会えなかったからね。うん、だから人生って分かんねえよな本当に。面白いよね、マッハさん。めちゃめちゃ気さくな方だったよ。っていうか腕がやばい太かった
めちゃめちゃガタイがいいとかじゃないの、強いの、もう、もうね、どうあがいても勝てないってわかるの。わかるかな、本当に強い人のオーラってあるんだよ。だから身長って多分変わらないはずなんだよ、そんなに。そうだよね、やっぱ身長変わんないんだよ。だから身長で言ったらそんなにでかくないんだけど、もう拳とか腕の太さとか胸厚とかが全然違うから身長変わらないんだよ。なのにこんなに絶対勝てないからね。もう本能でわかるの、もうこの人に何もできないぞっていう、絶対指一本触れないぞって。すごいよな。いやー、なんか面白いな人生って。そしてマッハさんが、マッハさんがふわっちのリツイートしてるっていうのがすごくない？俺それにびっくりするんだけど、これマッハさんのさ、ツイッターなんだけどさ、ふわっちっていう、ふわっちがカタカナなのがすごくマッハさんらしくていいんだけど、ふわっち配信してる。マッハ道場、格式高くないでしょ。マナーがあれば自由な道場。みんなが良くなれば何でもいいっすって言って、なんかすごくない？桜井マッハ隼人さんがどれの深夜食堂の宣伝をするっていうのが、俺ね、なんかね、すごい時代だなって思うんだよね。マッハさんめちゃめちゃいい人でしょ。ふわっちっていう、この、これがなんかいいよね。カタカナでふわっちってなかなか見ないからさ、これがね、なんかすげえいいなと思って、いいねボタン押そう。いいねボタン押します。ちょっと待って、いいねボタン押さないと。マッハさんに。マッハさんいいね。こい。スワッチって書いてたの。あ、スワッチって書いてたんだ。なんかすごいなと思う。なんかでも結構、その、テレビ局みたいなさ、ヤマトさんがいたから、テレビ局みたいな機材持ってたから、なんか、マッハさん、何なのこれみたいな。え、携帯電話でやるって聞いてたけど、これ何テレビ局なのみたいな。よくわかんないんだけど、何これみたいな。君誰みたいな。すげえ面白かったんだよ。あの、スタッフですみたいな。うん。別のツイート見てたら、スワッチって書いてたの。それはまあ、普通の人、フワッチとかわかんないでしょ。でもさ、俺思うんだけど、ふわっちがなんでここまで伸びたかっていうのがすげえいいのが、最初ね、フーウォッチだったの。ふわっちの語源ってフーウォッチなの、誰を見るなので、フーウォッチだったら流行らなかったと思う。でロゴをね、ふわっちに変えたんだよ、ひらがなで。これはでかいと思う。あのね、ネーミングのセンスとか、ブランドのこの黄色いイメージで柔らかくしたりとか、ツイキャスのイメージだよね。ニコ生とかじゃなくて、ツイキャスっぽさとか、ポップさをね、前面に出したね。あのね、他の配信サイトで投げ銭やってるようなところいっぱいあるじゃん。そことのね、違いはね、こういうブランディング戦略がうまかったんだよ。だから、ここの経営者の人はね、まあ、経営者なんか、サイト設計した人なんか、デザイナーがすごくいい。で、俺の予想、多分これ女の人がやってんだよね。男じゃない。このサイト設計のデザイナーの人は。あのね、だからね、男はプログラミング強いんだけど、プログラムが一緒でもね、やっぱね、流行るスタイルがあるんだよ。あのね、デザインとか女の人を優秀なね、人にデザイナーにやらせた方が絶対うまくいく。イメージ戦略。特に黄色を基調にしたのはすごくいいと思う。イラストも可愛いしね、なんだかんだ。こんなに可愛いサイト設計なのに、やってること暴力沙汰ばっかりだからびっくりするよね。うん、あの、こんなに可愛いサイトイメージなのに、やってる内容えぐい。財布ないです。お金ください。アイテムください。何この内容っていう、ね。ギャップがすごすぎるよね。すごくない？
喧嘩、家で酒飲んでるおっさん何このサイトってなるよね。多分ふわっちは最初の頃はもっと女子高生とか可愛らしい女の子とかのサイトを作ろうとしたんだろうけど、ただのおっさんたちが集まって、クズ人間が集まったクズサイトになってしまったっていうね、クズサイトではないけど、そのコンテンツホルダーがクズしか集まってないっていう、この悲惨な現状、残念だよね。おい、ミスケお疲れ、こんにちは。お疲れっす。いや、クズでしょ。ねえ、手の長いね、赤毛の寄り目もいるしね。うんちくばっかり垂れて部屋から出ないやつもいるしね。夢ばっかり見てね、シルバーアクセ作るんだって、バカじゃねえのかっつってね。お前いくつだ、働けって話だから。みんなのアイドル。ああ、そうなんだ。ああ、だってさ、本当に初期からやってるんだ、みーすけ。いや、いいサイトだと思うよ。あのね、俺が感動したのはね、あの、運営さんの対応。まあ、遅れたことがない。一日またいだことがない。こういうことで困ってるんですけど、つったら必ず長文で回答してくる。本当に配信者を大事にしてる。そうだね、集まったのは引きこもりばっかりだね。まあネットだからしょうがないよな。変わり始めたのはいつぐらいなんだろうな。それこそ俺が入ってきたタイミングとか結構いろんなの入ってきたよね。あの先取りしてたんだよね。エセアカとかだいぶ早かったんだよね。エセアカ、ティロフィナーレ、香川、エセアカ、ティロフィナーレ、香川、あとのりゆきさんと、あと誰だっけな、もう一人早かったの誰だったっけ。まあその辺だよね。本当に20人ぐらいしか配信者いなかったよね。もうおすすめ欄もクソもないんだよ。全部トップページに収まるの。いいところも残ってるね。でもちょっとニコ生、コルコルもやってたんだ。知らなかった。あ、そうだったんだ。っていうか多分最初はあれでしょ、金払ってたんでしょ。のりゆきさんとかコレコレが動くわけないもん、そんなサイトに。だからあれでしょ、ティロフィナーレ、香川、これこれ、のりゆきさんとかはさ、要は、ギャラもらってた組でしょ、最初の3ヶ月間ぐらいは。で、契約切れたからいなくなったんじゃないリアルだよね。いくらもらってたんだろうね。まあ、配信業ってそういうことだから、企業契約って。俺らは企業案件ってそういうのしかないもん。あとはパチンコとか。だからもっともっとね、企業案件っていうか、企業の人が配信に注目してもらいたいよな。やっぱ個人だけじゃ食っていけないしさ、億万長者になれないもん。企業のでっかいスポンサーがつかないと。大塚製薬さん、ポカリスエットの CM ください。大塚製薬に対する異常なこだわりね。まあまあ、ふわっちが一番面白いでしょう、正直。ニコ生はもうダメだし、ツイキャスはちょっと子供っぽいしね。心霊配信とか見ないでしょ。30、40、50のおっさんとおばさんがさ、心霊動画見て、うわーってならないでしょ。今動いた？今動いた？ってならないでしょ。え、今映ってた？映ってた？映ってた？映ってたって、後ろ、後ろ、見て、後ろってならないでしょ。それはキッズだよね。いや、鮫島ディスじゃないよ。鮫島さんディスじゃないよ。アクエリアスは断りますね、ちょっと。アクエリアスは断ります、ちゃんと。だから、ドクターペッパーは断りません。はい。喜んで受けます。おっさんが、うわーっつってね。でもいそうで怖いよね。そういうおっさんもいるんだろうな。ホストの人もいたな。ふわっちが誘われたとか。はあ。まあまあ初期はしょうがないでしょ。だってさ、ゼロからスタートするんだから、金払ってでも配信者まず負けをねしないと。
で、石川紀之とか口説いたっていうのはいいことだと思うよ。金払ってでも口説けたんだから。大体その人たちがやんないと俺らみたいな中堅層動かないもん。よっさんが来たのはでかかったよな。よっさんが来てからニコ生層ガッて入ってきたから、もう客層ガッて変わって、なんかニコ生くせえなと思い始めたもん。ヘロー。ドクターペッパーゼロ。いや、俺思うんだけど、ゼロ嫌いなの。コカ・コーラゼロとか、ペプシゼロとか。砂糖を飲みたい。で、ドクターペッパーのうまさは砂糖だと思ってるから。ニコ生で和道さんチラッと見る程度だったけど、和道さんは一番見るようになりました。ああ、不思議っすね。まあね、ちょろっと見るだけじゃわかんないですからね、その配信者が。どんな配信者なのか。だから俺はよく言われるのが怖い人だと思ったってよく言われてましたね、ニコ生の頃は。なんか顔の目つきが悪いのかな。だからなんかこんなオタクだと思いませんでしたとか、なんかこういう雑学系だと思いませんでしたってよく言われてた。今はもうさすがにね、まあ多少見たことあるから、あれだろう、うんちくばっかり垂れてる寄り目だろうって。赤いやつなって。 赤い寄り目だろって もう気づかれてるけど。サムネイルがね、俺がほらパンクが好きだから、もともとパンクスだったから、だからそこなんだろうな。アドバイスもらったんだよ、その業界の人にさ、そのテレビの制作とかそっち系の業界の人にアドバイスもらったらさ、やっぱスーツとか黒髪にしてスーツとかの方がイメージ合うんじゃないですかみたいに。で、ちょっと考えてるんだけどね、やっぱその辺練っていかないと、やっぱりそのプロの目線でそこをブラッシュアップしていかないと先がないよね。ネクタイしないと、ネクタイ。でもキャラクターとかイメージ作りすごい大事だもんね。イメージだけでね、天下を取ったね、ショーン・ケイを見習わないとね。 側さえ良ければ何とかなるっていうのを証明した。俺、ショーン・ケイってすげえ能力高いと思うんだけど、みんなどう思う？あのポジションってすごくない？ドヤ顔するだけで、イケメンがドヤ顔するだけで、説得力が生まれていたっていう事実。テレビって一体何なんだっていう。そうですね、って言って、こうやって。そうですね、って言って。低い声でね、バリトンボイスで。今回の件は、つって。暗黒ナンバー2でしょって言ってさ。いや、じゃあ、それは、ロハコさんが、僕はですね、私ナンバー2なんですね、ってずっと言ってたから、それを、多分、おちょくってのロハコさんの口癖だったの、当時。僕は私暗黒ナンバー2として君臨してるわけでして、で、よく言ってたの、昔。で、みどりさんによく怒られてたの。おいって、ロハコがナンバー2名乗ってるぞって、野田が怒ってるぞとか言ってて、それで、いや、ナンバー2は俺だよって言って、わけのわかんないこと言って遊んでた。いや、ショーン・ケインがめくれたのは面白いよね。多分でもあの人、俺の予想復活すると思うよ、ショーン・ケインは。寄り目は誰が言い出したんじゃなくて、生まれた時から寄り目なんだよ。鮫島さんだよ、大体そういうきつい悪口は。身体的な触れちゃいけないような悪口を言うのは大体鮫島さん。 そう、さすがにリスナーさんでも言わないような悪口を、そう、どぎつい悪口を言ってくんのは鮫島さん。そう、寄り目は鮫島さんだね。じゃあ、もともとのんちゃんのことをガチャメって呼んでたの。あのガチャメ女よとか言って、人の彼女に対してガチャメはねえだろって言って、クレーム言ったら、お前だって寄り目だろっつって、ガチャメと寄り目って。 そう、それはね、鮫島さんだね。あだ名つけさせたら天下一品だ。多分なんだけど、爆走とか名付けたのも多分あれじゃない、鮫島さんとかなんじゃないの。爆走ってすごいネーミングだよね。ツバニャンって名乗ってんのに爆走って言うんだよ。 俺、爆走って考えた、その あだ名を考えたやつ天才だなって思う。 爆走。
女の人の配信者にクソっていう漢字でクソっていう文字入れるってすごいじゃん。浅田真央は、じゃあ、浅田真央はずっとリスナーに言われてたの。うん。浅田真央はずっと言われてたの。だからニコ生の頃から、トリプルアクセルは成功してますかとかずっと言われてたの。だからそれは昔からだね。それは嫌よだったから分かんなかったな。で、どちらかっていうと、浅田真央よりも浅田舞、お姉ちゃんの方が似てるっていう話にもなったの、一回。で、論争が起こったことあるよ、コメント欄で。バカ、浅田舞より浅田真央か？浅田真央よりお姉ちゃんの方が似てねえかとか、なんか喧嘩してたよ。とばっちり、とばっちりって言い方やめてくんない？何？何がとばっちりなんだよ。俺がとばっちり受けてんだら勝手に名前つけられたよ。なんで浅田真央がとばっちり、なんだよ。なんで被害受けてるみたいになってんだよ。それ言い過ぎだろ。それが言い過ぎだろ、マウイさん。なんで俺が似てるってだけで、なんかかわいそうみたいになんだよ。何浅田真央かわいそうみたいな空気作ってんだよ。ふざけんじゃねえよ。PM2.5 みたいな扱いしないでください。まあ女性だからじゃないよ。女性差別だよ、そんなの。面白いよな、本当に。ちょっとフレッシュジュース飲もう。フレッシュジュース。あー、今日はジム休むわ。体がさすがに、拳が握れないの。ここが筋肉痛なの。今日は休む。いいですな、休日の午後みんなでまったり過ごすのいいですな。私はカゴメ、やっぱね、意識高い僕はね、野菜ジュースを飲もうと思います。野菜生活100、追熟ラフランスミックスです。なんかね、カゴメの野菜生活がね、なんか季節の果物とかとよくコラボしてるんですよ。あ、そうだね。爽やかさを売りにしてるからね。あと大企業、カゴメっていうのがやっぱ俺の中で。やっぱね、コカ・コーラとかじゃない。やっぱり。大塚製薬とかカゴメとか。大企業なんだけど、ちょっと渋いところを狙ってるよね、俺は。カゴメさん、CM ください。よいしょ。CM は常に狙ってるよ。うん、なんかモンスターエナジードリンクとか背負ってなんか配信やりたいな。レッドブルとか。なんかドリンクの CM 撮ったらさ、すげえ一流っていう感じがね。ペプシはアメリカだとペプシが主流なんだよね。いただきます。うん。砂糖、食塩、不使用、芳醇な香りと濃厚な味わい。なんだっけ、このシリーズでめちゃめちゃうまいやつあったんだよね。アスリート系だよね。うん。アスリートとかモータースポーツ、スポーツか、やっぱり。あとなんだろう、配信ですっげえ可愛いなーって思ってた子がさ、テレビに出るとさ、あれって思うの。あの現象に名前つけようよ。アメスピの CM も欲しいけど、タバコの CM はないでしょ。何なんだろうね、あれ。やっぱ芸能人って多分とんでもなく美人なんだろうね。なんか、配信界のトップにいるやつでもテレビに出たらダメなんだろうね、多分。勝てないんだろうね。佐々木希とかどんな綺麗さなのか見てみたいよね、生で。のーぞのーぞのぞみー。うん、コーヒーか。
でも爽やかさをね、やっぱフレッシュさを売りにしていきたいから、おいらは。てか金梅さんからさ、なんかリングの注文が来そうなんだけど、シルバーアクセサリーワドを金梅さんから、もしかしたら初めてのお客さんは金梅さんになるかもしれないんだけど結構ガチで驚いてるんだけど、あの今朝起きたら、今朝帰りに夜中に金梅さんからワド指輪も売ってるみたいなこと言われて、えとか思って、まあできますよオーダーでって、世界で1個のもの作れますよって言って、最低一番安いラインナップでいくらぐらいで作れんのって言われて、まあ、金額出して、いやマジでマジでいやな、そのまあクライアントのことだから詳しくは言えないんだけど、とある女性にリングを送りたいと。もうここまで言ったらもうね、あとはもうみんなが想像で保管できると思うんだけど、とある女性に指輪を送りたいと。ただカルティエは高いと。カルティエが欲しいと言われてるんだけど、カルティエは高いと。ワドはどうなんだと。いけるのかと。で、はい、お任せくださいと。当店はカルティエをすでに超えていますと。当店はすでにカルティエを超えておりますので、価格はあの原宿で売ってるあの価格でいけますと。原宿で売ってるなんかその出店みたいな価格でいけますと。ただクオリティはカルティエを超えておりますと。でも面白いよね、ちょっとね、金梅さんが初めてのお客さんって面白くない？だから言っただろ、分かる人には分かるんだよ、世界的なブランドワードだから。分からないやつは俺のこと叩いてたけど、やっぱ金梅さんぐらいのトップファイターはやっぱお目が高いんだよ。そう、竹下通り価格、じゃあ俺ね、それを見た時に金梅さんって優しい人だなって思ったの。あの要は俺のシルバー作ってる配信もちゃんと情報仕入れてくれてて、ネタとしてこう盛り上げてくれるわけじゃん。配信者としての愛を感じるよ、バイバイ兄やんから。要はさ、金梅さんからしたら俺なんか使いづらい駒なわけじゃん。使いづらい駒なんだけど、こう落ち目の時に目をかけてくれるっていうかさ、まあ、だけどあの金梅さんにリング届けた後、請求書150万ぐらい請求してやろうと思ってるけどね。製品が届いた後、あのなんだかんだで150万の請求を出してやろうと思ってる。炎上させてやろうと思ってるから。金梅から150万をあの奪う枠、詐欺師のね通り名があるから、俺にはなんだかんだデザイン料とか刻印料とか、なんだかんだで150万取ってやる。その金でアメリカに行こう。その金で金梅さんをはめよう。あ、面白いよな金梅さん、本当に女特会引っかいで面白いな。本当破天荒すぎるぞ。何でもいいのかいっていうね。てかよく見つけてくるよな、あんな、その寄ってくるよね、女の子が、佐世子が、佐世子が寄ってくる。なんかやりまんを見つける天才だと思うもん。ことごとくやりまんじゃない？なんなの？なんか、なんでやりまんは金梅さんのところに行くの？すごくない？びっくりするよな。
について。っていうかこの財布が5000円ってめちゃめちゃ安くない？このお財布ちょっとね、このクオリティで5000円切る値段っていうのは俺結構いい買い物したなとか思うんだよね。シンプルな札なんだけど小銭入れが真ん中にあって、でカードとお札が挟めるっていうだけなんだけど、これ良くない？ 5000 円で。ポテサラさんいらっしゃい。ああ、ありがとうございます。自分の配信で和道さんのお名前出た。ああ、ありがとうございます。悪名ですよね、多分ね。なんか気持ち悪いとか、目が酔ってるとか、デブとか、多分悪口だと思うんですけど。なんて言ってました、ポテサラさん。どんな名前の出方ですか？トム池って昨日の枠でコメント多かったな。いや、俺ね、トムソーヤ池上昨日ね、不覚にも大爆笑しちゃった、タイムシフト見て。あ、ていうかね、あれはトムソーヤ池上が面白いのと、ヤマトさんのカメラアングルの悪意が面白くて、ヤマトさん意地悪なカメラアングルしてきてさ、全く関係ないシーンでさ、ただ水飲んでるだけのトムソーヤ池上とかアップにするの、超面白かった。もうさすがに、俺もう朝も笑ってたもんね、のんちゃん。トムソーヤ池上はずるいよっつって。で、なんかアメリカ人のラジコンになってるのもすげえ面白かったし、おい、原田とか言って。あれはずるいよね。あれ面白かったね。あれはなんかすげえいい番組っつうか、トムソーヤさんのキャラがすげえ良くて。なんかそう、ネタキャラが一人いるだけで全然違うから、すげえ良かった、トムソーヤさん。うん。和道さんのシルバー似合うと思うから、本編見て、あ、ホームページとかないです。ありがとうございます、ボツサロさん。ホームペとかなくて、っていう、簡単に説明します。僕、シルバーアクセサリーのブランドとかお店とか作るのが夢だったんですよ。で、夢は夢っていうことで、半年間ぐらいずっと、俺はいつかブランド立ち上げるんだみたいなことを言ってたんですよ。で、そしたらリスナーさんにたまたま、そのプラチナとか金とかシルバーとかの彫金師っていう仕事なんですけど、要はアクセサリーを作ってる30年ぐらいやってるプロがいたんですよ、リスナーさんに。で、芸能人のリングとかみんなが知ってるハイブランドのデザインとかをやってる人で、デザインっていうかまあそういう作る仕事とかをやってる人で、で要はもう銀とか金とかのプロなんですよ。で、その人のバックボーンのおかげで今シルバーのブランドを立ち上げようと言って、今作ってる感じです。で、僕のツイッターに行ったら今制作過程が全部見えますよ。今制作途中のその作品とかが見れたりとか。で、金梅さんがリングをちょっとお願いしたいっていうことで。ロストワックス製法ってやつなんで、まだ物がないですね。ホームページどころか今ブランドと製品を立ち上げてるところなんで。ポテサラさん、そうなんですよ。いやいやいや、全然。はい。和道さん講演会とか、あ、ジョンさんありがとうございます。講演会っていうか、昔ずっと実はその月1で会社の社長やってる頃は講演会ずっとやってましたよ。はい。上場企業の社長さんとか呼んで、丸亀のたわしさんいらっしゃい。だからマススピーチって言うんだけど、講演会みたいなスピーチは得意ですよ。多分製品できるの半年後とかになるんで、またね、できたら見に来てください。ぜひ、せっかくのご縁なんで遊んでってくださいよ。講演会ね、会話、ラジオでロムリ戻ります。全然、遮らぬなんてないっすよ。やめてくださいよ。楽しみましょう、トークを。おしゃべりを。おしゃべり楽しむ場なんで。むしろね、ロムらないでね、暇な人は積極的に絡んでほしいですね。うん。逆にみんなロムったらね、しゃべることなくなっちゃうから。うん、とんでもない、ポテサラさん。せっかくのご縁なんで、また機会があったらね、遊びに来て、面白かったらフォローしてよ。うん、まあ配信者の方なんだろうね、多分ね、ポツサラさんは。
そうだ、シルバー。まあでも、まだ作らなくていいから、ちょっとシルバーも休憩しよう。最近ずっとやってたから。金梅さんのリングも入るから大変なことになるぞ。忙しくなるぞ。某大手配信者が言ってたんですけど、基本ロムリでアイテムだけ投げるのが理想と言ってた。いや、そんなことないよ。いや、基本ロムリで。いや、それは、俺は考え方違うな。まず、応援っていうのは、まずは一番最初に応援することって見てもらうこと。ロムだろうが何だろうが、見てもらうことが一番。で、さらにいいこと、見るだけよりも、要はロムるだけよりもいいことはコメントをもらうことなんですよ。コメント書いてもらうのも実は応援。で、見るだけじゃなくてコメントを参加するっていうことはすごく僕にとっていいこと。で、さらに言ったらフォロー。コメントも書いてくれて、見てくれて、フォローもしてくれたら、もう俺の中ではもう完璧ありがたい状態。さらに言って、お金に余裕があるとか、この放送のスポンサーになりたいとか、少しでも力になりたい。ワド、俺の金で飯を食って体作れと。一緒に捨て頃リングにあげ、俺の金で、俺の汗水垂らして働いた金で、リング上がれと。それで勝ってくれって言って、アイテム投げてくれる人は、もう本当にスポンサーだね。これはもうファンを超えてると思う。だから、アイテム、ロムってアイテム投げろっていうのは都合がいいだけだと思うよ。その人、その配信者にとって。俺は間違ってると思う。ただでもいいんだよ。見てくれること、応援。コメント書いてくれたらさらにありがとう。フォローもしてくれてさらにありがとう。で、アイテムをくれたらもう、それはリスナーさんとの関係じゃなくて、スポンサーだっていう扱いだね。たとえ1円でも投げてくれたら。そう。だけど、ただで見るアンチはいらない。ただで見るアンチだけはいらない。それが俺の考え方。知らない人から3人フォローされてる。カズヤって人はフォロワー多いんだけど、どうしよう。わあ、いや、まあ、それぞれの考えでいいんじゃない？俺はフォローは誰もしてないからね。ツイッターも配信もフォローしないようにしてて。なんでかっていうと、俺、気分屋じゃん。つまんなくなったら普通にフォロー切るタイプなの。見たい人だけフォローするタイプだから。バカありがとう。見たい人だけ見るからフォロー整理とかするの。そうするとね、DM とか来んのよ。なんでフォロー外したんですか？私のこと嫌いなんですかって。いや、嫌いなんじゃないよって。つまらないだけだよって言うとさらに怒るのよ。つまらないって何ですか？失礼ですよねみたいな。めんどくせえなみたいな。面白いやつはフォローするし、つまんなくなったら切るだろうっていう。普通だろ、そんなの。なんで俺の時だけ DM 送ってくんだよと思って。もうめんどくせえわと思って。やめた。いや、めんどくさいでしょ。お前、そんなこと全員にやってんの？みたいな。そんなめんどくさいこと全員にやってんのかよ、お前、みたいな。意味がわかんないよ。やだよ、俺、そんなの。だから、もうフォローすんのにいいや、と思って。フォローバック文化もよくわかんないじゃん。なんか、フォローバックをし合って何になるの、これ、みたいな。フォローってもともとそういう文化じゃないでしょ、みたいな。なんか、ただ数字増やしたいだけならさ、フォローバッシュください、フォローバッシュくださいって言ったら増えるでしょ。だけど、本当のファンじゃないじゃん。その人の情報の価値を認めたわけじゃないから。だから、そんなことよりも配信者だったら面白いことやって、いや、面白いからフォローするわって言ってもらった方が純粋に見てもらう人だから、正当な数字だと思うの。子とかにフォローされた？まあ、子とかにフォローされて、いや、でもわかんないよ。子とか好きなんじゃないの？みのむしさんのこと。わかんないよ。なんかあんじゃないの？それぞれ配信者。俺は誰もフォローしない。全員を、もう平等に扱いたいし、俺の仕事は、フォローされるぐらい面白い配信者になろうって決めたから。そう、なんか、惰性の付き合いでフォローバックとか嫌だなと思って。そんなんで数字見え張ったって何の得にもならないじゃん。本当のつながりではないから。だったら、ちゃんと一人一人と向き合ってフォローされるような男になりたい。例えば、アイテム投げるスポンサーから放送に対する意見があったら従う。絶対に従わないですね。絶対に従わないです。それって、スポンサー、お金を投げてくれたらスポンサーなんですけど、
それってその人だってね、いるんですよ、たまに。そのアイテム投げるからこれをやれ、こういう企画をやれ、いますけど大して投げないの。例えば俺らってもしその企画が滑ったりとかしても自己責任を負ってフォロワーが減る、ファンが減るっていうのを命がけでやってるんですよ。だからもし面白くない台本をもらってそれやっちゃったら、その時は10万円とかもらえるかもしれないですよ。50万円とかもらえるかもしれないですよ。将来のフォロワー減ったら資産を失うことになるんですよ。絶対にやりません。リスナーのラジコンには絶対なりません。もう、それだったらアイテム投げないでくださいってお願いしてます。無理です。で、それだったら1時間3万円で動きますっていうのをやってるんで、そっち側で依頼してくださいっていう、企業案件として受けてます。アイテムじゃなくて、3万円でこういうことやってくださいって、1時間3万円。それだったら、企業案件として受けます。だって、なんていうの、俺らサラリーマンになれないからこの仕事を選んだわけじゃん。自由になりたくて、表現がしたくてこの仕事を選んだのに、誰かに言われてお金で動くんだったら、この仕事やってる意味ないもん。なぜこの仕事選んだのって。一般社会に働く能力がなかったからでしょって。人の言うこと素直に聞けたり、時間守れないからこの仕事やってるんでしょって。自由になりたくてこれ選んだんだろうって。それ金じゃないだろうって。そう、金じゃなくて今までやってきて金稼げるようになったら、尻尾振ったらサラリーマンと変わんないじゃんって。だったらアルバイトとか社会人やれよって話だと思うから、突っ張るんだったらとことん突っ張ろうと思いますね。従わないです。それは自己責任だから。だから、アイテム投げてくれる人とか見てくれる人にお願いしてるのは、こういうふうに、だから逆、例えばね、ボクサージョンさんね、意見は意見で普通に言ってほしいの。アイテムを投げたから言うこと聞けじゃなくて。要はそれって金で何かが動くってこういうふうに思い込んでる汚い人間の発想じゃん。金だったら女だったらまた開くんだろうっていう発想だから。俺そういうの大嫌いなの。そうじゃなくて、普通に意見くださいよ。こうやってやったらどうなのって。こうやってやってみなよって。で、それが人間関係だと思うんですよ。ジョンさん、俺はこういう経歴でこういうことを思ってて、こうやったら和道くん良くなると思うんだよねって普通に言って、ああ、なるほどとか思ったりとか、いや、僕はこう思うんすよとかあると思うじゃん。それでよくない？そっちの方が無料で楽しめていいじゃん。で、お互いがうまくいったらよかったって言ってみんなで喜べるから、みんなハッピーじゃん。だからそこ金じゃないと思うんだよね。いいもの作ろうよとか、みんなで楽しもうよ、遊ぼうよっていう時に、まあ金が必要な時もあるけど、遊びに金ってかかんないからね。縄跳びでもじゃんけんでも子供の頃ね、鬼ごっこですら楽しかったからね。みんなで一生懸命やってたら。それでいいんじゃないですか？とは思うけどね、みんなで遊びたいっつうか、ハッピーになりたいだけだから。で、たまたまさ、俺らなんかさ、稼げるようになったから欲が出てきただけだから、まあ、正直言ったら食ってきたいけど、だけど、食うために魂は売るつもりないっすよ。だってみんなでさ、寄り添って今まで守ってきて、ね、稼げてはないかもしれないけど、ここにいる人たちで作り上げてきたものだから、みんなで話し合って、リスナーさんとね、築き上げてきた人だから、のが、この放送だから、たった一人の金持ちに振り回されるのはダメだと思うんだよね。よくないと思う、それは。それは今まで応援してくれてた人をバカにする行為なんじゃないかな。普通に意見は聞きますよ。取り入れるかどうかはわかんないけど。例えばじゃあ100万やるからうんこ食えって話でしょ？食わないでしょ？ 1 億やるからうんこ食えって言ったら食う？食う？みんな。1億あげるからうんこ食えって。食う？うちのリスナーには食う人いないよ、一人も。ハートプレゼントありがとう、みのむさん。うんこ食うやつ一人もいないよ。食いますか、皆さん。食わないでしょ？あ、食うんだ。アンコール食う？ しょうもねえな。え、みんな食うの？
カレーをも食うの？喜んで食べる？1億か、悩んでるな。クソ野郎だな。クソ野郎だな。じゃあ、本音言うわ。食うよ。食います。 A 食うとも、俺も食う。いや、俺は食うよ、正直言うと。ただ俺は裏で食うね。配信外で食うね。 もっと最低じゃねえかっていう、ね、で、食ってないって言い張るね。俺は配信外で食う男さ。満面の笑みで喜んでこびる。下道だな。レンジでチンしてねっつってね。そうだね。全員食うわ。アルさんだけだったわ、食わないの。誇り高き男アルさん。急に配信スタイルがブレる人とか、大手スポンサー。どうなんだろうね。まあ、配信スタイルはいろいろ模索するもんだからな。あ、でも、まあ、大体そういう人って、キャリアの浅い人がそうっすね。長い人はね、もう、なんかもうめんどくさくなっちゃってね、ずぶといっていうか、ぶれない人多いけど、大体ね、2、3年ぐらいのキャリア、売れ始めて2、3年でスポンサーつき始めた人は大体ぶれる。そういう時期があるのよ。俺も経験して言ってるからね。長い人とか、まあ、ある程度大手になってる人とかは、まあ、ぶれないよね。ハート花火、ありがとう。のんちゃん、うんこ持ってきて。いや、ハート花火上がったら、うんこ食えってことかなと思って。無理か。のりこのうんこ食おうかなと思ったんだけど。ハート花火ありがとう、みーすけ。どうなんだろうね。まあでも人間だからさ、やっぱり、なんつうの、いろいろ葛藤があるんじゃないの。飯食わないといけなかったりするじゃん。どうなんだろうね。まああるんじゃない？大物スポンサーで。気持ち悪いなら見に来るなよ。な。気持ち悪いものを見に来るなよ。気持ち、俺のこと嫌いなんでしょ、レイさん。なんで見に来たの？なんで気持ち悪いものを見に来たの、あなたは。ありがとうございます、リョートさん。うんこだわ。え、なに？俺、うんこだと思うの、レイさん。それ本気で言ってる？レイさんは、今、スマートフォンの画面の中に、うんこが喋ってると思ってんの。ねえ、こんなに喋りがうまいうんこいる？俺のこと、うんこだと思って見てんの。のんちゃんのうんこと聞いて飛んできました。オルフレンさんいらっしゃい。うんこ食うのが？あ、うんこ食う話。あ、でも俺、中学生の時の、恋愛観で、俺は好きな人のうんこ食えたら本当に好きっていう定義があったよ。本当に好きなら、彼女のうんこ食えるはずだっていう。俺はそれがトゥルーラブだと、中学2年生の時本気で信じてたよ。お前ら彼女のうんこ食えねえだろうって。俺は、なんなら食えると。これが愛だって言ってたよ。うんこがあったらなんで見ちゃうんだろうね。なんなんだろうね、あれ。道端に落ちてるうんこをなぜあんなに見てしまうんだろうね。何、台本だったって。台本なんかないよ。台本なんかないよ。今でもその気持ちは変わりませんか？あー、うんこ。いや、それがね、うんこを食うっていうブームは終わったの、俺の中で。いや、食ったことはないんだけど、なんかね、うんこを食べるイベントとかのブログとか結構読んでた時期があって、うんこってすごい苦いのよ。で、うんこ、食べる用のうんこを 作るプロとかもいるのね。で、そういうなんかね、うんこの研究をして、うんこのロジックが分かったら、なんか冷めちゃったの。あ、なんだ、所詮うんこか、みたいな。あと、鮫島さんの存在がでかい。やっぱりうんこ食べた人が知り合いにいるから、なんかうんこって苦いし、プロのうんこって野菜ばっかり食べて、腸内をきれいにしてとか、すっごいデリケートにうんこ作るの。いや、うんこを食うブログっていうか、うんこ、プロ、うん、食、なんだ、食粉って言うんだっけな。うんこの、
プロっているんだよ。食わせるプロ。本当にいるの。それで、じゃあ、うんこで、その、お小遣いを稼いでるプロっていうか、だから、いるんだよ、本当に。うんこを作る人がいるの。本当に。食べれるうんこ。鮫島さん、うんこ食ったことあるよ。うん。仲直りしたっていうか、まあね、ハートありがとう、みのみさん。あ、ぺこぽこランドいらっしゃい。いや、まあ、うん、まあ、だからスカトロ、だからちょっとスカトロなところあったんだよね、俺。中学2年生の頃ね、おかしかったんだよ。スカトロだったり、獣艦とかね、士官とかハマってたんだよ、俺。なんかね、そう、死体を見ると勃起するっていう変な性癖だったから。いや、あのね、うんこ。だからね、まあ、今、うんこには興味はない、正直。そう、ちょっとね、危なかったんだよね。ちょっと病気だったんだよね。ちょっと怖い、ちょっと怖いところあんの、俺。ちょっとね、あの、お母さんが本気で心配してた時期があるの。あの、ベッドの、普通さ、エロ本が机の上にバーンって置かれてたりするじゃん。あの死体の本がベッドの上にバンって置かれてた時に、あーって思ったね。死体の本があったの、雑誌が。もう死体特集みたいな。それがエロ本じゃなくて、それがバンって机に置かれ、机とかベッドに置かれてた時に、いや、もう怒ったの。人のものをなんでこういうことするんだと。勝手に入るなと。で、なんで勝手に、なんで私見てるよとアピールするんだと。いや、もう何なのあれっていう。デス写真、そう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 。浴場、あのね、だからね、ちょっとおかしかった時期があるんだよ。ちょっとおかしかったんだよ。なんかね、これはね、説明するもんじゃないんだよね。性癖だから。なんで、そのアニメの女の子で浴場するのと似てるから、理由はないじゃん。プリキュアでなんでプリキュアなのって言われてもさ、プリキュア説明できないでしょ？ねえ、プリキュアなリスナーたちならわかると思うんだよね。いや、今はだからブームが去ったんだよね。なんか、その自分の中で性癖ブームがあって、そう。だからそこは通り過ぎたんだけど、うんこ、スカトロと、そう。いろいろ通り過ぎていったの。なんか確かにね、お母さんからするとちょっと嫌だよね。息子の部屋でエロ本探してて、息子のエロ本どこかなって言ったら、死体の本出てきたら、あってなるよね。お母さんからすると、あってなるよね。サイコパスがいる。家庭内にサイコパスがいる。若干ホラーだよな。やばい、私の長男、サイコパスだわ。とりあえずヤフー知恵袋に急ぐよね、今だったらね。質問です。息子の部屋の中から死体の本が出てきました。いや、本気で心配するよね。若干引いてた、若干つうかかなり引いてたもんな、あの時の母親は。なんだろう、性癖ブーム。だから俺、勘違いしないでほしいのがね、いろいろあるんだけど、俺ね、セーラー服は好き。だけど、女子高生嫌いなの。35を過ぎたババアにセーラー服を着てもらうのがすごい好きなの。あのね、これはね、だから、なんだろう。なんて言えばいいんだろうな。なんつうんだろう。ありえない状況に興奮するのね、俺は。やめようぜ、この話。いや、無理してる感じゃなくて、だから、なんだろう。未知との遭遇。なんだろう。猫がワンって言ったら感動するぞ。ね、野良猫がワン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 って言ってたら、嘘だろってなるじゃん。すげえテンション上がるじゃん。とか、犬がこう近寄ってきて、ニャーって言ったら、
うわーってなるじゃん。わかんない。ブルマでもいいんだけど、後の窓である。わかる？旦那が前それ聞いてわかる気がするって言ってた。あ、いや、だから旦那さん、いや、だから旦那さんとはちょっとお酒を飲みたいね。旦那さんとお酒を酌み交わしたい。なんて言うんだろう。だからそう、犬がニャン、猫がワンだね。ババアがセーラー服、うん、だからそう、セーラー服もそうだしね。なんだろう、そういうのが好きなんだよね。うん、うんこからこう、だからうんこはみんな大好きなんだよ。やっぱり潜在的にうんこが持ってるパワーすごいから。おにゃんこクラブの再結成とか天国、おにゃんこクラブだから現役の世代じゃないかんな。俺現役世代モーニング娘。だからな、だからガチで芸能人でタイプな人誰って言われたら俺南野陽子なんだよ。あのナウで南野陽子の当時の南野陽子じゃなくて、南野陽子すごい可愛いんだよね。わかるかな、なんか、うん、ジュニアアイドルに興味とか全くないね。まず俺は自分より年下の女の人にその性的な感情が全くない。ない。あのね、年下に興味ない。うん、何なんだろうこれは。なんか幼いものとか未熟なものってイメージの、なんか酸っぱいものっていうか、だからそういうものじゃなくて熟れてる甘い完熟。完熟でいてもらいたいのね。だから俺はそのパイナップルもマンゴーもパパイヤも一週間ぐらい冷蔵庫に置きたいタイプの。バナナとかも、これ分かる人いる？上はもう果てしないよ。果てしなくですよ。フォーエバー、フォーエバーじゃないか、なんて言うんだろう、ハウエバー違うか、うん、なんだろう、どこまででもエンドレス、エンドレスなのかな、英語はよくわかんないけど、うん、上は全然60だろうが70だろうが全然、いや本当に本当にネタじゃなくて、だって実際のんちゃん15個上だよ。うん、腐りかけっていうか、まあ、実際腐ってるでしょ。かけじゃないでしょ70歳は。70歳は腐りかけじゃないと思う。腐ってると思う。その70歳は腐ってるは問題発言だからちょっとあれだけど。うん。いや、じゃあ、だから、誤解をされてほしくないのが、その70歳だから好きとかじゃないのよ。年齢が恋愛に関係しないっていうことを言いたいの。金さん銀さんが好きなわけ、だ70歳だから好きってわけじゃないから。わかる？発光って言い方いいね。なんかね。うん、いいね、いいフォローありがとうみんすけ。なんかそう、好きな人だったら年齢関係ないでしょって。同級生でもギリギリやだ、うん、ギリギリやだ。どちらかっていうと減点。あのね、っていうのもはっきり言うんだけど、年下と付き合ったり同級生と付き合って話があったこととか新しい発見とか学びを得たことが人生で一回もない。あの、同い年の女、年下の女から感動をしたりとか、なんか新しい価値観とかをもらったことがないの。で、どちらかっていうと、その、年上の人とかって、その、新しいことを教えてくれるのよ。いろいろ。それは、なんかプレイとかそういうくだらない話じゃなくて、その生きてく上で、その、面白いの、話とかが。革製品好きなの分かった？うん。そう。だから、経年劣化していくもの。だから、綺麗なものでも、年をとって、綺麗なものってあると思うの、俺は。うん。で、若ければ美しいっていうのは違うと思うんだよね、それは。うん。そう。男もそうだと思うよ。うん。革製品好きですね。
だから多分ね、その未熟なものを自分色に染めたいっていうのはね、多分ね、女性を物として扱いたい願望なんだと思うの、男の。俺はそういうものを強く否定するね。そういうものになんかこう魅力をあんまり感じない。女は年下の男が好き。そうなんかな。どうなんだろう。だからね、ドレさんが若い女の子にこうアプローチをかけるってすごいなって思うの。若干引く部分もあるし、その、なんでそんな若い女とセックスしたいんだろうっていう。多いよね。多いよね。何なんだろうね。志村けんがマサ。志村けんって若い女好き？志村けんはそういうタイプじゃないような気がするんだよな。あくまでビジネス的にやって、なんだろう。なんか可愛い女を、こう、社長タイプっていうか、社長とかね、歯医者さんみたいな感覚。歯科助手とかさ、受付とかめちゃめちゃ綺麗なこと固めるじゃん。自分の好きなタイプの女で。ああいうなんか仕事のテンションを上げるために綺麗な女をこう寄せるっていうかさ、セックスしたいとかモテたいとかじゃなくて、俺の職場はいい女しかいねえぞっていうのに興奮する変態タイプだと思う。志村けんは。わかる？俺も年上が多いですね。自分の年齢によるでしょうね。年取れば下回りになってくるってだけじゃ。ああ、どうなんだろうな。でも、あんまりわかんねえな。あれびっくりだよね、加藤ちゃんね。あれはなんか、ちょっと怖いよね。なんか。メガホン塾ありがとう。加藤ちゃんはなんか、ちょっと怖、なんか、犯罪の匂いがするよね。なんかね。なんかブログ、奥さんのブログの写真とか読んでるとなんか闇を感じるよね。なんだろうな。ドリフターズ闇深いよね。娘、あ、いや別に、なんだろう、若い奥さんでもいいと思うんだけど、あんまり俺は魅力を感じないかな。あ、っていうか、あれだよ、別に年が上だからっていうか、統計をとってさ、そういう傾向にあるっていう話だけで、もしかしたら年下で素敵な人もいるかもしんないよっていう。出会った試しがないから、おそらくこうなんじゃないかっていう仮定の話だよね。でもさ、人生経験が多い方が、やっぱ引き出しの数が多いから面白い話が出てくるんだよね。あ、そうなんだ。3度目の結婚なんだ。でもなんだろう、恋愛に年齢とか肌の色とか、それこそ性別とか全然関係ないと思うけどね。これ別にゲイとかレズとかバイとか全然ありだと思うよ。頭がいい若い女性っていうのは一番たちが悪くて一番なんか傲慢な生き物に見えるね。自分より頭のいい女と一緒にいたくないね。やだね。絶対やだね。頭がいいっていうか、
頭がいいっていうと語弊があるのか、経験則、経験値の多い人が好きなんだよね。頭のいいやつって不幸なんだよ。あのね、バカの方が幸せだと思うよ。絶対そうだと思う。バカになれるかが幸せになれるかだもん。なるべくバカでいたいよね。仏がかるよりも神がかった方がかっこいいじゃん。すげえ眠いな。そうだよな、多分6時ぐらいに寝て12時に起きたから6時間しか寝てないもんな。それは眠いわ。はい、ワドツ。なんか荒野どう、なんか荒野が宮崎駿に見えてきたんだけど、荒野が宮崎駿そっくりなんだけど大丈夫？ちょっと荒野の顔ちょっと見てきてよ、みんな。荒野配信して、これ完全に宮崎駿の若い頃でしょ。これ日本屈指のアニメーター顔だよね、なんか。この前まで下田景樹みたいな顔してたのに、なんかね、宮崎駿の若い頃にそっくりなんだけど。ちょっと見てきて。これ宮崎駿っぽくない？ちょっと。なんか、すげえいい作品作りそうじゃない？すげえいい作品作りそうなんだけど。いや、なんか宮崎駿感あるよね、若い時のね。ちょっと面白いな。はいはい、ベコボコランド頑張るよ。ありがとね。いいアニメ、凝ったアニメーション作りそうだよね。わかるでしょ、みんすけ。でしょ、みのむさんわかるでしょ。なんか、尖ったアニメ作りそうだよね。宮崎駿に見えてきたな、だんだん。七変化でしょ、この子。なんかいいな。伊藤聖子も入ってるね。なんかちょっといい味。なんか、荒野が30歳になる頃ってどんな感じになってんだろう。荒野ってめちゃめちゃ若いよね。22か。8年後どうなってるんだろう、こいつ。なんかすごい。すごいな、なんか貫禄出てきたな。あいつは所詮関東から出れないヘタレだわ、相手にするなよ。関東から出れない、関東から出れないとヘタレなの。なんかそういうのはよくわかんないけど、ゴンベイさんいらっしゃい。関東から出れないヘタレって俺初めて聞いた。すごいディスだな。わかんないよ。ニューヨークとかで活動するかもしんないよ、荒野。世界行くわ、つって。世界取るかもしんないじゃん、荒野くんは。なんかいい味出してんな。今日晩ご飯何作ろうかな。
荒野くん、あの短い期間での変わりようだから8年経ったら、なんか寿命短そうじゃない？本当になんかロックな生き方してるから、なんかすごいロックな終わり方しそうなんだけど。僕もあいつと同い年なのですが、自分で喧嘩吹っかけて、しばかれたら警察行く荒野を和道さんはどう思いますか？自分から喧嘩売ったらダメ。大人として。しばかれたら警察に行くのは別にどうも思わないけど、いい年して二十歳超えて喧嘩売ったらダメ。九州ぐらい行かんとな、旅って言うたら、どれみたいに。どれさんなんか旅じゃねえよ、あんなの。旅行だよ、あれ。どれさんのどこが旅なんだよ、あれ。3泊3日の旅行でしょ、ただの。遠くに行けばいいって問題じゃないよ。そんな旅でも何でもないよ。ただ新幹線で移動しただけなんだから。旅じゃねえわ、あんなの。絵とか書き出して当てるかもな、ジミー、大西ライン。どうなんだろう。まあ、だから誰が当たるかとかわかんないですからね、正直。もうね、正直もう誰が当たるとかわかんない。本当に。まあ、配信者全員そうでしょ。読書家なんだ。え、俺、荒野が本読んでるところ見たことないけどな。読書家なのか？読書家って俺ずっと本読んでるイメージあるけど、電車移動とか。なんかバッグの中から本が出てくるイメージなの、読書家の人って。俺の親父、読書家も読書家で、待ち合わせとかずーっと絶対本持ってるの。どこ行く時も一冊必ず本持ってる人なの。もうだから、もう、ほら、小学4年生の頃に離婚して、まあ、1年に1回とか会うじゃん。必ず本手に持ってるね。本当に読書家。ずっと暇な時があったら、5分でもあったら本読むみたいな人だから。荒野が読書家だとは思えないけどな。本とかに集中してみたいですね。本面白いよね。まあだけど今はね、ネットにインスタントな情報がいっぱいあるからね。だから、何かをクリエイトするっていうさ、ガーって作り込むっていうのがどんどんなくなってきてさ、いかにチープに、いかにインスタントに、いかに早く作る。で、いかに早くバズさせるか勝負みたいなのが、もうね、疲れるんじゃないかなと思ってきてて。だから、ツイッターとかもそうじゃん。情報が早ければいいみたいな。そこに逆らいたいところあるよね。いいもの作ったらゆっくり広まるんだみたいな、昔のクリエイターとか作家とかの文化がどんどんなくなって、なんかこう YouTube とかもそうだと思うの。5分で短くとか効率中っていうの。いかに早く、いかに、なんつうんだろう。短くとか。嫌なんだよね。部屋2個書庫になってる。出た出た、宣伝中。舞台に出演しますじゃねえよ、クソが。人の枠で荒らすんじゃねえよ。いや、本読んでるとこ見たことないね。小説、長編なら売れるみたいな。小説読まないかんな。実用書しか読まないんだよな、俺。小説見るんだったら映画見た方がよくない？なんか小説で面白いと思ったら村上春樹ぐらいしかないんだよな。てか村上春樹以外読んだことねえ、ほんと。なんかあんまグッとこないんだよね。世界の終わりとハードボイルド、ダンスダンスダンス。世界の終わりとハードボイルドワンダーランドって傑作だって言われてるよね。
俺、ジョーしか読んでなかったんだっけ？下巻読んでないんだっけな？上の世界だっけ？なんか、進撃の巨人みたいな世界じゃなかったっけ？もう一回読もう。小説読んだら想像力は広がる。これは自分が体験してる。あ、まあ、そりゃそうだろうね、多分。言葉っていう、なんか不完全な情報を保管しないといけないから、映像とか音とかで、脳内で。絶対想像力は広がるよね。イメージ力というか。それは確かにあるね。脳で保管する遊びだもんね、あれは。ああ、ひろみさんはかつ。メガホンありがとう。アイテムありがとう。バカありがとう、エマさん。お疲れっす。もう全身筋肉痛っすよ。一回休んで寝ようかな。ちょっと眠気がやばい。のんちゃんにフェラしてもらおう。のんちゃん、フェラして。ちょっと寝るわ、俺一回。本当に、フェラしては冗談だけど、寝ます。寝ます。じゃあみんな、お疲れありがとね。一旦休憩します。仮眠取ります。お疲れ様です。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。